一つ目、大津市中にいじめ自殺事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。さっき、中学生くらいの男の子たちが道でじゃれ合っていたぜ。中学生というとちょうどやんちゃな時期ね。だが私のような女子からすると、ちょっと乱暴なように思えるな。小突き合ったり、軽く蹴り合ったりするのも友情なのか？それは当人たちにしかわからないわ。だけど明らかな暴力なのに学校側が無視をするような事件もあったの。その結果、被害に遭った男子が自殺してしまったわ。そんな痛ましい事件があったのか？約10年前の事件だけど日本中が震撼したのよ。なんとこの犯罪行為を教育現場がもみ消そうとしたの。そんな恐ろしい事件が日本で起きていたのか？それじゃあ今回は、滋賀県で起きた大津市中にいじめ自殺事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。事件が起きたのは2011年9月29日、午前8時過ぎよ。大津市内の中学校に通う2年生の男子生徒、A 君当時13歳が、自宅があるマンションの14階から飛び降りたの。A 君は助かったのか？8時29分に救急車が到着して A 君は病院に搬送されたけど、9時3分に死亡が確認されたわ。14階から飛び降りたら助からないよな。だが中学2年生なんてすごく楽しい時期のはずなのに、A 君はどうして自殺なんて悲惨な道を選んでしまったんだ？ A 君は学校でいじめ、いじめなんて表現も生ぬるいほどの被害を受けていたの。一人の人間を自殺するほど追い詰めるなんて、許せないぜ。その通りよ。A 君をいじめていたのは主に同級生3人だったわ。そいつらは、A 君にどんなひどいことをしたんだ？じゃあ次はいじめの詳細を話していくわね。先に言っておくけど、学校側の対応も含めて胸クソ注意案件よ。学校側の対応もなのか。聞くのも怖いが、聞かなきゃ気が済まないぜ。詳細の前に、A 君のクラスでの立ち位置を話しておくわ。A 君は、明るいムードメーカーだったそうで、そのことは事件から10年後、同級生が取材に答えた際に話していたの。ムードメーカーといじめは、なんとなく結びつかないぜ。A 君はいじられて笑いを取るタイプだったそうよ。私はいじるって表現も嫌いだな。私もあまり好きじゃないわ。本題に入るけど、A 君は加害者である同級生から頻繁に暴力を受けていたの。最初はよくあるプロレスごっこだったそうだけど、それが徐々にエスカレートしたのよ。確かに私が学生の時も教室の後ろで男子がじゃれていたな。最初はそんな感じだったのか。最初のうちはね。だけど A 君はほとんど反撃していないわ。それをいいことに、加害者たちはどんどんヒートアップしたの。A 君はヘッドロックをかけられたり、首を絞められたりもしていたわ。完全に犯罪行為じゃないか。そこからさらに暴力がエスカレートしていったのか？加害者は A 君をトイレに呼び出すなどして、そこで A 君を挑発したり殴ったりしていたわ。一度だけ A 君も反撃したけど、完全に一方的な暴力行為になっていたの。常々思うんだが、これは外でやったら普通に犯罪じゃないか。暴行罪なのにいじめと表現されてしまうと、軽く思われてしまうわね。いじめと聞くとむしろ嫌がらせの方を考えてしまうが、A 君に対する嫌がらせなどもあったのか？胸クソの悪い話だけど、A 君は嫌がらせも受けていたわ。内容を挙げると、プリントを丸めたものを口に入れられる。消しゴムのカスを頭にかけられる。メガネを取られて隠される。成績カードをぐちゃぐちゃにされる。同級生の女子への告白を強要するような発言をされる。キモいと言われるなどね。思春期の男子にはあまりに辛すぎる仕打ちだぜ。A 君と加害者はどんな関係だったんだ？さっきも言ったように A 君は明るいムードメーカーで、いじられて笑いを取るタイプだったわ。だからいじりが行き過ぎたのか？それがこの結果なんて思いたくないぜ。これは劣気とした事件であり、犯罪行為よ。そして暴力行為は行くところまで行ってしまうわ。加害者の一人は馬乗りになって、拳で A 君の顔面を殴り出したの。それはもう警察沙汰だぜ。周囲の生徒は先生に言わなかったのか？他の生徒も見ていたし、担任も気づいていたけど、対応が不十分で、たった一度だけ指導して、形ばかりの仲直りをさせただけだったわ。その後は、いじめを目撃した生徒が報告しても対応しなかったの。はぁ？それでも教師か？養護教諭や他の教員は問題視していたようだけど、介入には至らなかったわ。さらに学校の外でも A 君は被害に遭っていたの。学校の外だって？A 君の自宅に加害者が来たことがあったんだけど、その際は漫画や時計などを盗まれて、部屋を荒らされたわ。それだけでも窃盗事件じゃないか。だけど事態は公にならなかったわ。そんな辛い状況に数ヶ月置かれた末、とうとう A 君は自殺してしまったのよ。聞けば聞くほど、加害者たちと教師が許せなくなるぜ。その後はどうなったんだ？ A 君自殺後の10月中旬、学校は全校生徒にアンケートを取ったわ。
その内容は A 君の自殺原因究明のためのアンケートだったの。アンケートを取る前から明らかじゃないか。一応聞くが、結果はどうだったんだ？暴力に関する報告が100件を超えたわ。トイレで殴られていた、廊下でお腹を蹴られていた、鉢巻きで首を絞められていた、体育大会で集団リンチのようなものに遭っていたなど、ひどい内容が寄せられたの。外なら完全に暴行で逮捕される内容だぜ。他にも暴言や嫌がらせとして、家族全員死ねと言われていた、蜂の死骸を食べさせられそうになっていた、顔に落書きされていた、などの報告もあったわ。さらに16名の生徒が、A 君が自殺の練習をさせられていた、と報告していたのよ。自殺の練習って、シャレにならないぜ。A 君が本当に自殺してしまって、加害者たちは責任を感じなかったのか？加害者たちは A 君の死を笑っていたそうよ。何もかもが異常すぎて、頭がおかしくなりそうだぜ。学校や教育委員会はどういう対応をしたんだ？ここからがさらに異常なところよ。なんと市教育委員会は、アンケート結果を公表しなかったの。真偽が確認できない、というのが公表しない理由だったわ。真偽も何もないだろ。さらにいじめと自殺の因果関係は不明と話したわ。完全にもみ消そうとしているな。学校側はまともな対応をしたのか？学校側はアンケート結果をご遺族に渡したわ。だけどご遺族は学校側から、内容を部外秘とする確約書に署名させられたの。学校も教育委員会と同じように、もみ消しに動いたのか。しかも残酷な内容を見せておきながら、部外秘にさせるなんてひどすぎるぜ。ご遺族だってこんなことをされたら、黙ってられないんじゃないのか？ええ、ご遺族は納得いっていなかったわ。ご遺族の強い要望もあって、11月に2回目のアンケートが実施されたの。結果は変わらずひどいものだったけど、学校側は事実関係を調べなかったわ。さらに教育委員会も新たな情報は確認できなかったと報告して、調査を打ち切ってしまい、結果の公表もされなかったの。話を聞いているだけで切れそうになってきたぜ。加害者生徒たちへの聞き取り調査すらしなかったわ。学校や教育委員会側はいじめた側にも人権がある、教育的配慮という理由を話していたわ。最悪なことに、調査自体も3週間で打ち切られたのよ。こんなこと、許されていいはずがないぜ。もちろん許されなかったわ。このあまりのずさんな対応と発言に、日本中から批判が殺到したの。世間だって、こんな話を許せるわけないよな。ええ、この事件は全国的なニュースになったわ。さらに、教師もいじめを知っていたなどの事実も明るみになったの。2回目のアンケートで指摘された内容だけど、学校側は見落としと説明したわ。もみ消したの間違いじゃないか？実際、学校側は A 君が同級生に死にたいと話していたことを知っていたわ。いじめと自殺の因果関係についても、学校側は把握していたの。ひどい事実がボロボロと出てくるな。学校内で犯罪行為があったことは明白じゃないか。ええ、学校側も関連したわ。校長が記者会見を開いて、少なくとも教諭3人がいじめを認識していた可能性が高いと、いじめを認める発言をしたの。いじめじゃなくて犯罪と言ってほしいぜ。その通りよ。そして生徒指導担当も問題を把握していたわ。トイレでの非道な暴行について報告書を校長に提出していたの。もう、警察に通報した方がいい案件だったんじゃないか。ご遺族もそう感じたでしょうね。A 君の死後、ご遺族は大津警察署に3回被害届を提出しているわ。3回も出したってどういうことだ？まさか。そのまさかで、警察は当初、被害者本人が自殺しており、存在していない、という理由で、被害届を受理しなかったの。いやいや、その理屈はどう考えてもおかしいだろう。警察がそんなこと言って被害届を拒否するなんて許されないぜ。そうよね、警察は途中までその理屈で逃走としたんだけど、結局この事件が大きく報道された後に態度を変えて、被害届を受理したの。学校も教育委員会も警察も最悪だぜ。こうなったら、加害者生徒たちを徹底的に叩いてほしいぜ。ええ、A 君の父親は加害者の同級生3人を刑事告訴したわ。暴行、恐喝、窃盗、脅迫、器物損壊など45件の罪でね。だけど加害者側はいじめではなく遊びだったと、容疑を否認しているの。さらに加害者側の家族は許しがたいことに、A 君の自殺は家庭環境が原因と話したのよ。そして同じ内容を教育委員会のおさたる教育長も発言したの。切れすぎて逆に冷静になってきたぜ。さっきも言っていたが、そんなことはもう世論が許さないんじゃないか？警察もさすがに動かざるを得ないよな。ええ、警察は異例の対応をしたわ。なんと学校と教育委員会を強制捜査したの。学校側はこれについて、緊急の保護者会を開いて経緯を説明したわ。だけど保護者も説明に納得がいかず、批判が続出したのよ。この保護者会は3時間以上も続いたそうね。
ここまでひどい対応をして、強制捜査を受けたんだから当然だぜ。見て見ぬふりをした担任教師だって糾弾するべきだ。その通りだけど、担任教師は校長判断で出席しなかったの。その間に世論もヒートアップして、学校名を公表するメディアも出てきたわ。こうなったら、もう加害者たちも逃げ切れないんじゃないか？犯罪を犯したんだから、さっさと裁かれるべきだぜ。主な加害者の同級生3人のうち、2人が書類送検されたわ。1人は当時の年齢を理由に、児童相談所への送致になったの。だけど少年事件として扱われたせいで、事件の詳細は公表されなかったわ。この頃はまだ、少年法が変わってなかったのか。こんなひどいことをして書類送検と児童相談所なんて甘すぎるぜ。2012年の2月24日に、ご遺族は民事訴訟を起こしているわ。同級生3人と保護者、そして大津氏を相手取って約7720万円の請求をしたの。A 君の命に根をつけるようなことはできないが、賠償は必要だぜ。しっかり認められないとご遺族も納得いかないだろう。もう事実は明らかだし、保護者と氏は争いようがないぜ。でも最初、大津氏は争う姿勢を見せていたわ。だけどこれまで説明した事実が明らかになっていくうちに態度を変えたの。どこまでも隠蔽体質なんだな。学校といい教育委員会といい警察といい、公共機関が信用できなくなるぜ。これ以上ない信用失墜よね。それに大津氏が態度を変えた後も、教育委員会はいじめと自殺との関連性は判断できないとして、市の判断を批判していたのよ。この後に及んで、まだ寝ぼけたことを言っているのか。さらに加害者側の保護者も抵抗したわ。学校の校門でビラ配りをしたの。はぁ？ビラ配りって、どういう内容だ？さっきも言った A 君の自殺の原因は家庭環境にある、という内容ね。完全に責任を家庭に押し付けようとしているじゃないか。こんなの許しようがないぜ。賠償の命令はしっかり下されたのか？大津氏との間には和解勧告が提示されたわ。すでに支払われた2800万円に加えて、和解金1300万円という内容よ。それは使徒の話だよな。ええ。加害者側との裁判は分離されて継続したわ。後に大津地裁は同級生3人のうち2人に、約3758万円の支払いを命じたわ。3人のうち1人は認められなかったのか。金額で言いたくはないが、賠償としては大きい方か？二人に対する賠償としてはかなり大きな額だったわ。だけどこの判決は、大阪高裁で大きく変わったの。一審の判決が変更されて、二人に対する賠償額は400万円に減額されたわ。10分の1になってるじゃないか。どうしてこんなことになってしまったんだ？ A 君宅の両親が別居していたことなどが理由になったの。つまり両親の側にも A 君を支えられなかった過失があると判断されたのよ。結果として損害額が減額されて、市からの和解金なども差し引かれたの。その結果が400万円というわけだな。ご遺族からしたらとんでもない侮辱だぜ。他には賠償はなかったのか？アンケート結果を部外秘とさせられたことに関しても訴訟しているわ。この件では、100万円の請求に対して30万円の賠償判決が下されているわね。ご遺族も戦っているんだな。だが、何よりも許せないのが学校側と教育委員会だぜ。担任もそうだが、何らかの処分は下ったんだろうな。この件で学校で5人、教育委員会で2人が処分されたわ。たったそれだけか。とにかく、詳細を聞かせてほしいぜ。まず当時の校長は減給処分を受けたけど、その日のうちに依願退職したの。さらに教頭2人が文書訓告処分、学年主任は厳重注意処分を受けて、教育長と教育部長も減給処分がされたわ。だけどどちらも退職していて、退職金も満額支払われていたそうよ。全額返金しろ。しかも肝心の担任が出てきてないぜ。保護者説明会からも逃げた担任にはしっかりと処分は下ったのか？担任の男性教諭だけど、教員としての職務上の義務を怠り、教育公務員としての信用を著しく失墜させた。という理由で、10分の1の減給処分になったわ。いやいや、処分理由と内容が噛み合ってないぜ。個人的な気持ちで言わせてもらうなら、逮捕してほしいくらいだ。担任教師は事件後から2013年3月まで休職しているの。そのせいで調査に支障をきたした上に、ご遺族への謝罪は何もなかったわ。こんな奴が未だに教壇に立っているのか？特に退職したという報道はないからそれは不明ね。こんなことをしておいて教師を続けてたらさすがに許せないぜ。この事件は日本中に大きな影響を与えたわ。影響？まず、この事件後にいじめの被害届が全国各地の警察に殺到したの。公にならなかった被害がそれだけあったということか？ええ、国会では2013年4月にいじめ防止対策推進法が提出されて、可決されたわ。事件の舞台となった滋賀県もいじめ防止条例を可決させて、
滋賀県警も少年健全育成室を新設しているわね。ご遺族の戦いは無駄じゃなかったということか。これで A 君のような子が少しでも減るといいな。だけど必ずしもいい影響だけではなかったの。ネット上では加害者の親や親族とされる人物の氏名が公開されて、誹謗中傷が殺到したんだけど、後に人違いと判明したのよ。間違えられた人からしたら、たまったもんじゃないな。こんな騒ぎの原因になった加害者側の人間は恥じてほしいぜ。それに学校や教育委員会も、どうかしてるとしか思えないな。その通りね。この事件では教育現場の隠蔽体質も大いに問題にされたわ。実際、学校側はいじめの報告をもみ消していたしな。だが、どうしてそんなことが起きるんだ？これは個人的な考えも含む話だけど、公務員は事なかれ主義の人間が多いのよ。教師や教育委員会の人間には人気があるからね。確か、毎年3月くらいの新聞で異動の情報が出たりするな。数年ごとに異動があると聞いたことがあるぜ。もしかして、自分が担当している間だけ穏便に住めばいいという考えなのか？残念ながら、そう考える人間が多いということになるわ。教育委員会も当初は家庭環境が原因としていたし、できることなら大ごとにしたくないというのが本音なの。聞いているだけで腹が立ってきたぜ。生徒の命より責任逃れが大事なんて、絶対に許されることじゃないぜ。二つ目、インド慶応大生失踪事件。ではまず、事件の概要から説明するわね。よろしくお願いするぜ。一体、どんな人が行方不明になったんだ？この事件は2006年9月に発覚したの。行方不明になったのは、当時21歳の篠崎幸太さんだったわ。彼は慶応大学の2年生だったそうね。優秀な学生さんだったんだな。見るからに好青年って感じがするぜ。この男性がインド旅行に行ったのか？ええ、しかも一人でね。そして、インド到着から数日後に行方不明になってしまったのよ。おいおい、何があったんだ？インド到着から篠崎さんは観光名所を巡っていたわ。そしてタージマハルなどが有名なアグラに行ったのを最後に消息を絶ったのよ。どうやら、そのあたりで事件に巻き込まれたと見られているわね。観光名所のある場所で行方不明になるとは、恐ろしいぜ。それで、篠崎さんは発見されたのか？それは後から説明するわ。まずは篠崎さんの足取りを紹介するわね。わかったぜ。篠崎さんは9月2日の夕方、成田空港で飛行機に乗ったわ。利用したのは、キャセイパシフィック航空だったそうね。篠崎さんは香港を経由して、9月3日の夜中にデリー空港に到着したわ。午前2時前には、この空港でインドへの入国手続きをしているわ。おいおい、随分と遅い時間の到着じゃないか。男性だとしても、見知らぬ国の深夜は危ないんじゃないか？それもそうね。でも、次に篠崎さんが目撃されたのは、ニューデリー駅のドリンクスタンドよ。夜のうちは無事だったんだな。で、そこで何かあったのか？ええ、ある旅行代理店の客引きが篠崎さんに声をかけたの。ゴールマークとベースとオーバーシーズツアーズ。という、現地の旅行代理店だったようね。事前にガイドを予約していたとかじゃなかったんだな。現地の旅行代理店ってどうしても怪しい感じがするが、大丈夫だったのか？篠崎さんはこの客引きとの交渉の末、2400インドルピーを支払ったわ。インドルピーと言われても、相場がわからないぜ。当時の日本円で言うなら54000円ね。それが高いのか安いのか、よくわからないぜ。高いと考えていいでしょうね。そもそも、インドの旅行代理店で調べると、注意喚起のサイトがたくさん出るわ。どうも、ぼったくりを仕掛けてくるようね。じゃあ、篠崎さんはぼったくりされてしまったわけか。だが、どんなサービスと引き換えにお金を払ったんだ？ガイドと運転手付きで、15日間で各所を回るツアーだったわ。ジャイプル、アグラ、バラナシ、カルカッタを回る内容だったそうね。ぼったくりかもしれないが、一応内容は充実してるのか。ガイドと運転手もついているなら、ひとまずは道に迷う危険もないぜ。篠崎さんもそう思ったんでしょうね。9月3日の午前11時頃、篠崎さんはガイドと運転手と共にデリーを出発したわ。そして、この日の午後4時には、第一の目的地、ジャイプルに到着しているのよ。ジャイプルについて安心したぜ。目的地とは逆方向に走り出して、そのまま行方不明とかのパターンもあるからな。確かに、日本人旅行客の事件ではそういう事例もあるわよね。でもこの時は問題なく、篠崎さんは現地のホテルに2日間滞在したわ。滞在期間中は、しっかりとしない観光を楽しんだようね。観光ができたなら何よりだぜ。旅行代理店も、料金がぼったくり気味なだけで良心的なんじゃないか？ぼったくりなだけで良心的ではないけどね。それに、最初に言った通り、事件はここから起きるのよ。2日後の9月5日の午前8時頃、篠崎さんはガイドと運転手と共に出発したの。目的地は、篠崎さんが最後に目撃された場所、アグラよ。
ついに失踪してしまうのか。アグラってそんなにヤバい場所なのか。さっきも言ったけど、アグラもタージマハルなどの観光地で知られた場所よ。そして篠崎さんたちは、同日の午後3時頃、アグラに到着したわ。早い到着だからか、篠崎さんはガイドと共にタージマハルを観光しているわ。確かに、昼過ぎの到着なら少し観光してもいいよな。で、その後は、ジャイプルと同じ流れでホテルにチェックインしたのか？篠崎さんはアグラのチャナキヤというホテルにチェックインしたわ。そして、このホテルの利用中に、篠崎さんは忽然と姿を消したわ。篠崎さんはどこにも姿を現さず、9月24日の帰国予定日にも戻らなかったわ。え、そんな急にいなくなったのか？帰国予定日に帰ってこないなんて、ご家族も心配するじゃないか。ええ、ご家族は心配して、外務省やデリーの大使館に連絡を取ったわ。それに、翌日以降の大学を欠席したことで、友人たちも心配し始めたのよ。そりゃそうだぜ。篠崎さんの足取りは終えたのか？その後、帰国便に篠崎さんが搭乗していなかったことが判明するのよ。ご家族は外務省や大使館、領事館に連絡を取り続けたわ。でも、当初は事件性がないと取り合ってもらえなかったのよ。なんてことだ。帰国予定の便に乗らないなんて、事件の匂いしかしないぜ。そうね。そこで大学の友人たちがホームページを立ち上げて協力するの。さらに、インド全土の宿に篠崎さんが宿泊してないか問い合わせたわ。篠崎さんはいい友人を持っていたんだな。それで、事態は進展したのか？残念ながら、ホテルの問い合わせでは成果は得られなかったわ。でも、ご家族の問い合わせが功を奏して、徐々に協力を得られたのよ。10月17日には、日本大使館から管轄の警察に届け出が出たわ。篠崎さん失踪事件の捜査は、ここから開始されたのよ。おいおい、こういうのは初動捜査が大事なのに、ひどい話だぜ。ご家族の必死の説得が通じたのが、唯一の救いだな。そうね。その後、ご両親がインドに捜索に向かったわ。そこでは篠崎さんに家での動機がなかったかなどを詳しく聞かれたわ。マスコミも空港に訪れていて、記者会見も行われたわ。随分な騒ぎになってしまったな。ええ、この件はインドでも日本でも報道されたわ。そして、篠崎さんがアグラにいたという情報が入ったのはこの頃なのよ。時期は10月末のことだったわね。篠崎さんの消息が絶たれてから2ヶ月近くも経っているな。しかし、篠崎さんは本当にチャナキヤにチェックインしたのか？なんだか、その点すら怪しく思えてきたぜ。後日、ホテルの記録を篠崎さんの母親がチェックしているの。チェックイン時のサインの筆跡は、確かに篠崎さんのものだったわ。じゃあ、本当にチェックインの後に姿を消したんだな。一体、何があったんだ？そして、インド警察の発表が11月4日に行われたわ。この内容は、篠崎さんのインドでの動向で語ってきた通りね。到着後に旅行代理店の人と交渉して、観光を始めたんだよな。ジャイプールを観光した後、アグラに行ったって聞いたのは覚えてるぜ。で、そこのホテルで姿をくらましたんだよな。となると、有力な証言を持ってそうな人間が何人かいるな。ええ、旅行代理店の運転手とガイド、そしてホテルのフロントマンよ。運転手とガイドはずっと一緒だったもんな。それにチャナキヤのフロントマンは、最後の篠崎さんの姿を見ているはずだ。この3人の証言を聞けば、篠崎さんは見つかるに違いないぜ。事件から随分経ったのが気がかりだが、この3人から事情を聞くしかないな。でも、実際はそううまくいかなかったのよ。どういうことなんだ？さっき篠崎さんについてよく知ってそうな3人を紹介したわね。ああ、まず旅行代理店の運転手とガイドだ。最後にチェックインしたホテルのフロントマンだな。篠崎さんの失踪についてはインドの警察も動いて、3人に事情を聞いたの。まず、フロントマンは当初、こう話していたわ。篠崎さんはチェックインの約1時間後に、リュックを背負って外出したとね。そっから帰ってきてないってことだな。と思うところだけど、フロントマンは後から証言を変えたのよ。おいおい、どういうことだ？一体どんな証言をしたんだよ。篠崎さんは旅行代理店の運転手に、夜の観光に行こう、と電話で誘われて外出した、と証言を変えたわ。ちなみにこの時、運転手の他に3人のインド人がいたそうね。3人のうち1人は篠崎さんのガイドだったように思うと、フロントマンは話したわ。いやいや、それは結構だが、なんでいきなり証言内容を変えたんだ。フロントマンが限りなく怪しく見えてきたが、次は運転手の話を聞きたいぜ。運転手は最初、翌朝、篠崎幸太さんをホテルの部屋に迎えに行ったが、いなかった。同日17時半頃までホテルで帰りを待った。その後は乗る予定だった列車の出発時刻まで駅で篠崎幸太さんを待っていた。それでも現れなかったため、翌日にデリーに戻った、と証言していたわ。まあ、これもフロントマンの証言変更で事実ではないと判明したわね。
なんか、みんなめちゃくちゃなことを言ってないか？こうまで嘘をつかれると、全員が怪しく思えてくるぜ。インド警察も痺れを切らしたのかもしれないわ。運転手とフロントマンに対して、ナルコキックテストを行ったの。ナルコキックテスト？初めて聞いたが、どういうテストなんだ？これは、対象に麻酔薬などを投与する取り調べの手法よ。これによって、自白を促す方法なの。もちろんだけど、日本では行われていない過激な方法ね。確かに薬物は過激だぜ。だが、手がかりが何もない状況においては心強いな。で、運転手やフロントマンは本当の話をしたのか？まずは運転手の証言を紹介するわね。9月5日の夜に、ガイドと篠崎さんと地元のレストランに行ったそうよ。その後、篠崎さんとガイドはサイクル力車で出て行ったそうね。運転手は、その後に篠崎さんがどうなったのかは知らないそうよ。サイクル力車？日本にあるもので例えるなら、人力車に近いわね。名前の通り、前の部分が自転車になっていて、人力で人を運ぶ乗り物よ。なるほど、そういう乗り物があるのか。それで、次はホテルのフロントマンの証言だよな。そっちはどうだったんだ？フロントマンの証言は、篠崎さんのバッグからお金を盗んだ。その後、筆跡を真似てチェックアウトカードにサインした。こういう内容だったわ。おいおい、この時点で完全に犯罪じゃないか。でも、注目すべきは運転手の証言の最後よ。サイクル力車で移動したのは篠崎さんと、そのガイドだからね。なるほど、ガイドなら、篠崎さんがどうなったのかを知っているのか。じゃあ、警察はガイドを追うべきだぜ。インド警察はガイドの自宅に向かったわ。でも、ガイドは失踪していたのよ。しかも、自宅には自殺を匂わせるようなメモが置いてあったの。なんだって？じゃあ、ガイドは知らぬ間に自殺して迷宮入りになってしまうのか？いいえ、2009年の2月にガイドの身柄が拘束されたわ。そして7月にガイドにもナルコキックテストが行われたの。これで事件の真相がわかるのか。ガイドの証言内容は、9月5日は篠崎さんをホテルに送った後、運転手と酒を飲んで眠った、というものだったわ。運転手の証言内容と食い違ってるじゃないか。運転手が言った、地元のレストランに行ったという内容はなかったの。3人の証言が合致して、ガイドの証言で居所がつかめると思ったんだけどね。まったくだぜ。三人の誰かがナルコチックテストを受けてなお、嘘をついたってことなのか？そういうことになるかもしれないわね。でも、日本の捜査手法ではないし、海外の話だから何とも言えないわ。それで、結局篠崎さんは見つかったのか？いいえ、残念ながら、未だに発見もされていないのよ。でも、明らかに旅行代理店の人間が怪しいよな。特にガイドなんて、自殺をほのめかして失踪していたじゃないか。もちろんそこは怪しいわ。警察も旅行代理店の人間を疑っていたのよ。でも、確証となるような証拠が出なかったから、事件は解決しなかったの。じゃあ、今になっても篠崎さんがどこにいるのかは不明なのか。こんなこと言いたくないが、生死すらわからないってことだよな。悲しいけれど、そういうことになるわね。もし篠崎さんがご存命なら、今は30代後半になっているはずね。でも、彼の目撃情報は一切なく、手がかりも全くないのが現状なのよ。個人的には、運転手とガイドが怪しいと思うぜ。それから、夜の観光の時にいた、ガイド含む3人のインド人も怪しいよな。篠崎さんが何らかの事件に巻き込まれるならそこしかないわ。そこに関して確証が得られなかったのが、致命的だったと思うわね。そもそも、それが起きた9月5日から捜査開始までに時間がかかってるもんな。証拠の隠滅をしようと思えば、いくらでもできてしまうほどの時間だぜ。警察もそれを考えてナルコキックテストをしたんでしょうね。証拠を隠滅しても、薬物投与の上で喋らせれば真実がわかると思ったはずよ。だが、それも肝心のガイドの証言で食い違いが出てしまったんだよな。正直、ガイドの証言で篠崎さんがどうなったのかがわかると思っていたぜ。その点においては、警察も落胆したと思うわ。ナルコキックテストの精度は不明だけど、効果はあるだろうからね。だが、最も落胆したのは篠崎さんのご家族だろうな。息子が旅行に行ったきり帰ってこないなんて、悲しすぎるぜ。この事件で、篠崎さんの母親はインドに渡航しているわ。大学の先輩や大使館員も一緒に、関係者から話を聞いたのよ。それでも、証言がいちいち食い違って、困惑したそうね。息子が近くにいるかもしれないのに、はぐらかされた気持ちになるよな。母親からしたら、気が気じゃないと思うぜ。さらに母親は2007年にも、支援者と共にインドに渡航したわ。今回はマスコミ各社に働きかけを行ったのよ。母親は、何としてももう一度、息子に会いたかったんだな。そうでしょうね。母親は警察官や大使館の人間と一緒に、油でビラを撒いたわ。聞いているだけで涙が出てくるぜ。奇跡は起きなかったのか。残念ながら、
そういうことは起きなかったわ。最終的には油市長にも協力を要請したんだけどね。そこまで手を尽くしてもダメだったのか。母親の苦悩は、もはや想像もできないな。そうね。こちらとしては、微力ながら篠崎さんの無事を祈るしかないわ。ああ、大したことはできないが、私も祈らせてもらうぜ。三つ目、富山市会社役員夫婦放火殺人事件。まずは事件の概要から説明するわね。この事件は2010年4月20日に発生したわ。富山県富山市大泉にある3階建てのビルで火災が発生して、夫婦の遺体が見つかったのよ。春に起きたんだな。もしかして、放火なんじゃないか？出火元はビルの2階で、駆けつけた消防隊がすぐに鎮火させたわ。遺体には首を絞められた跡があり、警察は放火殺人事件として捜査を開始したのよ。しかし、なぜ被害者夫婦はビルにいたんだ？現場は商業施設か何かだったのか？被害者夫婦は事件の数年前にビルを買い取って、二人で暮らしていたのよ。発見された2階は二人の自宅だったわ。夫婦は絞殺された後に、自宅に火を放たれたということか。ビルを所有するなんて富裕層だろうし、金目当ての犯行なのか？被害者夫婦の夫が、不動産業や貸金業などを手掛けていた資産家だったのよ。この事件はすぐに捜査本部が設置されて、懸賞金制度も適用されたわ。遺族の謝礼を合わせると、その金額はなんと1000万円にもなるのよ。すごい額だな。しかしビルの放火なんてしたら、すぐに目撃者が現れそうじゃないか？それが、目撃情報も証拠も出なかったのよ。お昼の12時25分頃に発生した事件だから、これは予想外の展開だったわ。民家や人通りが少なかったのか？駅や商業施設の近くだったわ。それなのに目撃情報がなかったのよ。2010年となると、まだ街の防犯カメラも少なそうだな。犯人はその土地に詳しい人物なんじゃないか？そんなこんなで、有力な手がかりもないまま2年が経過したわ。2年も経過したら、迷宮入りする可能性も出てきてしまうぜ。ところが事件発生から2年8ヶ月が過ぎた2012年、意外な人物が容疑者として浮上したのよ。一体誰だったんだ？なんと、捕まったのは富山県警の警部補をしていた男性だったのよ。逮捕のきっかけは何だったんだ？きっかけは2010年6月に、週刊文春の編集部に送られた CDR だったわ。え、あの文春か？その CDR の中身は事件に関することだよな。ええ、中身は犯行声明文だったわ。私も二人の人を殺めてしまったものでございます。4月20日、富山市内での資産家夫婦殺害放火事件の犯人は私です。と書かれていたのよ。さらにやるべきことをやったら実施する。だけど生活が困窮していて、やるべきことにもお金がかかるから、式を買い取ってほしいという内容だったわ。それっぽい内容だが、それだけじゃ犯人かどうかはわからないぜ。いたずらだったんじゃないか？証拠として手書きの現場見取り図が同封されていたのよ。それは犯人か捜査関係者しか知り得ない情報だったわ。それじゃ、本当に実施するつもりで金銭の要求をしたのかもしれないな。だが、なぜ警部補の犯行だとわかったんだ？ CDR を解析する過程で、文書作成者の名前が判明したのよ。ローマ字表記の名前は、逮捕された警部補のものだったわ。その警部補は、もともと被害者夫婦と知人だったことから、容疑者になったのよ。なるほどな。それにしても、CDR が文春に送られたのは2010年の6月だったんだよな。なのに2012年の逮捕って時間かかりすぎじゃないか？そこまでの情報があるなら、すぐに逮捕に踏み切れそうだぜ。その原因は文春側にあって、警察側の任意提出の要求を拒否したのよ。理由は取材源の取得だったわ。ということは、提出の交渉に2年もかかってしまったのか？でも2012年8月1日に、富山県警は差し押さえ令状によって CDR を、押収したのよ。そしてこの年に警部補は、3度も逮捕されることとなったわ。3度って一体どういうことなんだ？1度目に逮捕されたのは10月31日ね。その時の容疑は、地方公務員法違反だったわ。警部補は趣味の釣りや飲食代、パチンコ代などで、最大で200数十万の借金があったのよ。それで暴力団にお金と引き換えで、薬物についての捜査情報を渡していたのよ。おいおい、警察官のやることとは思えないぜ。もしかして、被害者夫婦の、夫からお金を借りていたんじゃないか？貸金業をしていたなら不思議じゃないし、返せなくなったから殺した可能性もあるぜ。被害者夫婦から警部補がお金を借りた証拠はなかったわ。警部補と被害者夫婦は、数十年来の付き合いだったにもかかわらずね。最終的には、この件は不起訴になったわ。そんなに付き合いが長くて金の貸し借りがあれば、何か痕跡はありそうだよな。二度目の逮捕は何だったんだ？二度目は別の事件の情報漏洩で、罪状は同じ。地方公務員法違反だったわ。
さらに CDR から解析した情報から、12月22日に3度目の逮捕されたわ。罪状は殺人、現住建造物等放火、死体損壊ね。3度目の逮捕が、今回の夫婦殺害の容疑なんだな。しかも、2件の余罪も発覚したわ。おいおい、警部補のくせに犯罪まみれじゃないか。警部補は2008年の7月13日に、親族宅に侵入して財布を盗んだのよ。その3日後には、別の親族宅で金庫を壊して、数十万円相当の金塊と現金十数万円を盗んだわ。重大な窃盗じゃないか。よほど金にだらしなかったんだな。でも親族間の窃盗は、告訴がなければ起訴ができないのよ。親族は告訴しなかった上に、警部補の懐中電灯が落ちていたのに車上狙いにあって盗まれたと、嘘の届け出をしていたわ。そのため、窃盗事件については不起訴処分となったのよ。親族は多めに見てくれたってことか？身内から犯罪者を出したくなかった被害者が、嘘の申告をした可能性もあるわ。警部補は余罪以外にも、不可思議な行動をしたりもしていたのよ。不可思議な行動？警部補は今回の事件を、睡眠薬で自殺を図っているのよ。この時に家族は、警部補の借金を知ったわ。そして自殺の原因が借金だと考えて全額を立て替えたのよ。でも警部補はまた借金をして、それも家族に完済させたわ。自殺が借金のせいなのか、事件のせいなのかは怪しいところだな。どちらにせよ、取り調べや裁判で明らかになることだぜ。裁判にはならなかったのよ。そういえば、これは未解決事件だったな。警部補が容疑を否認して、それがまかり通りでもしたのか？いいえ、警部補は逮捕後にすぐ容疑を認めたわ。メディアも警部補が真犯人だったと報道していたわね。それじゃ、事件解決じゃないか。そのはずだったんだけど、警部補は不起訴処分になったわ。捜査は振り出しに戻ってしまったのよ。容疑を認めたのに不起訴処分になるなんて、何があったんだ？警部補の供述と実際の事件内容に、多くの食い違いがあったのよ。富山県警はこの食い違いから、嫌疑不十分と判断したわ。その食い違いの内容が気になるぜ。まずは週刊文春へ送った CDR の作成時期ね。警部補は6月上旬に、作成したと供述したけど、実際は5月12日に作成されていたのよ。1ヶ月近く、期間にズレがあるんだな。だが、それだけじゃ記憶違いの可能性も否定できないぜ。それだけならね。でも、作成日時の5月12日、警部補は勤務中だったというアリバイがあったのよ。さらに、文書を作成するために使ったと話したソフトが、警部補のパソコンと一致しなかったわ。しかもそのパソコンには、CDR に関わる文章の痕跡がなかったのよ。そうなると CDR の件では証拠不十分になってしまうな。他にもまだあるのよ。警部補は被害者夫婦の殺害方法について、首を紐で絞めたと供述していたわ。でも司法解剖の結果、手で絞めた可能性が見られたのよ。殺害方法も噛み合わなかったのか。まだあるのよ。警部補は事件後の移動経路も話したんだけど、防犯カメラに、その姿は映っていなかったわ。さらに被害者夫婦から盗んだものや凶器を川に捨てたそうなんだけど、それも発見されなかったわね。それだと、ほとんどの供述に食い違いがあったことになるぜ。最初は不正かと思ったが、本当に犯人か疑わしくなってくるな。だが、本人が自供してるのに不起訴ってのは、遺族も納得しないんじゃないか？遺族は捜査の初期に警部補のアリバイを調べなかったこと、CDR の押収に時間がかかったことに不信感を抱いていたわ。だから、不起訴処分を不当として審査会に申し立てをしているのよ。遺族からしたらそうなるよな。身内だから、警察が容疑者リストから排除したのかと、私でも考えてしまうぜ。海外では、犯人が警官だったせいで、捜査がされなかった事例もあったよな。故意に捜査しなかった証拠はないけど、身内の犯行とは予想してなかった可能性はあるわね。それと、警部補は事件の3時間後に、21万円を ATM に入金していたわ。でも、当時の財布の中身が不明で、事件とは関連付けられなかったのよ。限りなく怪しい行動じゃないか。確かにそうね。これまでの警部補の行動や供述で、何らかの形で犯行に関与したのではないかという疑問は最後まで残るという疑念はあったわ。それでも直接証拠は見当たらず、自白を裏付ける証拠も見当たらないとして、起訴はされなかったのよ。結局、警部補は別件の、情報漏洩のみの起訴となったわ。最終的に、地方公務員法違反として懲役1年、執行猶予4年の有罪判決となったのよ。謎の残る事件になってしまったんだな。最後に、今回の事件をまとめて振り返るわね。いろいろとややこしい事件だったし、助かるぜ。まず、事件は2010年4月20日の12時25分に発生したわ。富山県富山市大泉にある3階建てのビルで火災が発生して、
事件が発覚したのよ。出火元は2階だったわ。昼間の犯行で、近くは駅や商業施設だったのに、目撃者がいなかったんだよな。そうなのよ。焼け跡からは、このビルの所有者で2階に住んでいた夫婦の遺体が見つかったわ。遺体には首を絞められた跡があり、放火殺人として捜査が行われたわ。で、週刊文春に犯行声明が書かれた CDR と、犯行現場の見取り図が送付されたんだよな。犯人や捜査関係者しか知り得ない内容だったわ。でも、警察がそれを押収するまで、2年以上の月日がかかってしまったのよ。犯行声明文には、生活が困窮しているため、指揮を買い取ってほしいという要求が書かれていたわ。すぐに押収していれば、その後の展開も変わっていたかもしれないよな。その通りで、遺族はこの件で警察に不信感を抱いたわ。CDR の作成者が、富山県警の警部補の名前だったんだから、不審に思うのも無理はないわね。そりゃ怪しいぜ。しかも、警部補には余罪があったんだよな。2008年に2度、親族宅で窃盗をしていたわ。でも親族が起訴しなかったから、不起訴になっているわね。他にも、警部補は浪費で借金をしていたわ。お金にだらしない人だったのよ。だからって窃盗はダメだぜ。しかも、暴力団とも取引していたんだよな。薬物捜査の情報を渡す代わりに、お金をもらっていたみたいね。警部補は、地方公務員法違反と殺人、放火の罪で2012年に3度も逮捕されたのよ。逮捕後に犯行を認めた殺人についても、不起訴になってしまったんだよな。謎が残るぜ。警部補自身は犯行を認めたけど、供述と事実が食い違いすぎたのよ。CDR の作成時期がずれていて、その日の警部補は仕事中だったわ。さらに殺害方法の不一致なども重なって裏付けが取れず、不起訴処分になったわね。しかも2013年以降は、警部補自身の供述までもが曖昧になってしまったのよ。自分がやったのかわからないと話し出したわ。警部補は暴力団とつながりがあったし、脅されて供述した可能性もありそうだぜ。結局、警部補は別件の地方公務員法違反で、懲役1年、執行猶予4年を言い渡されたわ。だが、そんなんじゃ被害者遺族は納得できないぜ。遺族は不起訴処分を不当だとして審査を申し立てたわ。しかも、その後に新事実も発覚しているのよ。事件発生の3時間後に、警部補が ATM に21万円もの現金を入金しているわ。それも事件とは関連付けられなかったんだよな。自殺未遂もしているし、ますます警部補の心理がわからなくなるぜ。でも結局は、不起訴になってしまったのよ。本当に謎ばかりが残る事件だよな。被害者夫婦は資産家だし貸金業もしていたから、裏に大きな闇があっても不思議じゃないぜ。貸金業を営んでいた夫婦の夫と警部補は十数年来の知人だったのよ。にもかかわらず、お金を借りた形跡がなかったのも奇妙だわ。動機がお金なら、借りた記録があってもおかしくないのにね。知人に借りるのが嫌で消費者金融だけにしていた可能性もあるが、確かに奇妙だぜ。それに、最大で200数十万の借金で自殺ってのも納得いかないぜ。警察官なんだから、数年間で返せるじゃないか。しかも、その借金は二度も親族が完済しているわ。警部補には殺人をしなくても、お金の当てがあったということになるわね。自供までしているのにここまで食い違うなんて、本当にモヤモヤするぜ。結局、この事件はどうなったんだ？この事件は13年経った今でも解決してないのよ。現在は遺族の謝礼と合わせて、上限額1000万円の懸賞金がかけられているわ。時間が経つほど捜査は難しくなるだろうな。現場のビルは、今も残っているのか？今は駐車場になっているわね。それじゃ、ますます事件が風化してしまうじゃないか。情報提供の数も年々減少しているけど、今も県警は捜査を続けているわ。この事件は時効がないから、いつか犯人が捕まるかもしれないわね。殺人罪の時効が撤廃されたのが2010年だったな。でも、当時の捜査幹部は富山県警の威信をかけて何としても、解決しなければならない事件だったと、悔しさをにじませていたわ。それでも諦めずに遺族の無念を晴らしたいと、粘り強く捜査を続けているのよ。いつか、その無念が晴らされることを祈るぜ。四つ目、愛知県蟹江町母子三人殺傷事件。まず最初にどんな事件だったか説明するわ。2009年5月1日22時頃、中国人留学生の林新蟹15歳は、空き巣目的で玄関が開いていた山田さん宅に侵入。急に入ってくるだなんて怖いな。林が金品を物色していると物音に気づいた住人の山田紀穂子さん57歳に声をかけられたの。そこで林は紀穂子さんを殺害することを決意。持っていたモンキーレンチで紀穂子さんの頭を殴り始めたわ。モンキーレンチなんてよく持っていたな。林が紀穂子さんを殴っていると仕事から帰宅した次男正樹さん26歳が林に飛びかかったわ。
けれどリンに頭突きされたマサキさんは倒れてしまう。そしてリンは電気コードでマサキさんの両手を縛り包丁で刺して殺害したわ。残酷すぎるぜ。山田さん宅の飼い猫も殺害したわ。その後、三男の伊佐さん25歳も帰宅したんだけど、リンは伊佐さんを背後から襲い包丁で刺したわ。そして伊佐さんの両手を電気コードで縛り目隠しをしたの。伊佐さんびっくりしただろうな。そして朝になりマサキさんの上司は、マサキさんが来ないことを不審に感じ愛知県警に通報。警察が到着すると伊佐さんが飛び出てきて助けを求めたわ。警察が中を捜査すると犯人のリンも発見するの。ところが警察はリンを住人だと勘違いし逃がしてしまったわ。その後、リンが逮捕されるまで3年半の年月がかかったの。逮捕まで3年半もかかったのか。リンの生い立ちなども気になるぜ。1983年7月28日、リンは気象庁に勤める両親の元で生まれたわ。裕福な家庭で一人っ子だったリンは大切に育てられたの。両親ともにエリートだったんだな。ええ、そうよ。その上リンは、読書好きで穏やかな性格だったの。両親は、将来のためにとリンにスパルタ教育を受けさせたわ。するとリンの成績は常にトップ。勉強の甲斐もあって超名門校に合格するんだ。リンもエリートだったのか。そうよ。リンは、国際舞台で活躍したいと思い続けていたの。その時にリンは日本が世界第2位の経済大国であることを知る。リンは小さい国である日本が富を生み出していることに感心したわ。それに日本のアニメや漫画も大好きだったの。かなりの親日家だったんだな。そうよ。高校卒業時には地元の大学に合格したの。それに将来を誓い合っていた恋人もいたわ。超順風満帆だぜ。でもリンは日本への憧れを断ち切れず留学の道を選んだわ。そうだったのか。両親も日本で最先端の技術を学べばいいと後押ししてくれたの。日本への留学費用も両親が貯金から出してくれたわ。うわぁ、そんな優しい両親の期待をリンは裏切ってしまったのか。リンは期待を胸に京都にある寮付きの日本語学校に2004年3月に入学。日本語を全く話せなかったリンはかなり苦労したの。それでもリンは必死に猛勉強したわ。日本がよほど好きだったんだな。ちなみに日本に来て最初に買ったのは広辞苑よ。辞書を買ったのか。すごいぜ。でも中国から持参した金額は32万円なのに対し学費は30万円だったわ。思った以上に高いな。両親に援助してもらうことはできなかったのか。リンは日本の留学資金を払ってくれた両親には迷惑をかけたくなかったそうよ。リンは日本語が不自由の中、バイトを始めるの。しかしバイト代が入るのは4月末だった。1ヶ月を残りの2万円で過ごすのはきついな。リンは飢えをしのぐためにコンビニのゴミ箱に捨てられた。賞味期限切れの弁当を漁って食べたわ。そんな日々が続いたある日、誘惑に負けたリンはスーパーのおにぎりを万引きしてしまったの。ついに犯罪に手を染めてしまったんだな。リンは店員に見つかり警察に逮捕されたわ。リンも両親に頭を下げてお金を借りていれば窃盗する必要もなかったぜ。リンが逮捕されてから日本語学校の先生たちは急に冷たくなり友人たちも離れていったの。なぜなら日本語学校に入学してから2回も万引きで逮捕されたからね。そりゃ冷たくされるのも無理ないぜ。リンは寂しさを埋めるようにバイトと勉強の日々を送ったわ。すると努力が実り国立静岡大学に合格するの。日本語が話せない状態で来日した1年後のことよ。こんな短期間で国立大学に合格するだなんて天才だな。ところが入学できなかったの。万引きが原因か？違うわ。入学するためには高校卒業時の成績表が必要だったの。リンは中国にいる父親に頼んで手続きを行ってもらったわ。だけれど期限には間に合わなかった。残念だったな。その後、パソコンの専門学校に1年間通いながら受験勉強を続けたわ。すると今度は国立三重大学に合格する。また国立大学に合格したんだな。今度は入学できたのか？ええ、無事入学したわ。入学するとリンは休む暇もなくバイトをし続けた。でもバイトを掛け持ちしていた上、学業もしていたから体は悲鳴を上げたの。リンは2年生の時に疲労で倒れたわ。過酷な生活をしていたんだな。リンはバイトにも学校にも行けなくなったわ。すると学費も家賃も払えなくなり途方に暮れたの。誰か頼る人はいなかったのか？バイト先のコンビニ店長に貸してもらったそうよ。でも両親には頼りたくないというプライドもあったの。ここで素直に両親に伝えておけばよかったんだぜ。リンは再び万引きをするようになっていったわ。この頃には歯止めが効かず何でも万引きするようになっていったの。2008年12月31日、大学3年生になったリンは高級食材を万引きしたわ。三重県警に逮捕され罰金刑になったの。せっかく大学に入学したのに逮捕されてしまったんだな。
罰金刑になって万引きをやめようとは思わなかったのか？思わなかったみたいよ。臨海ウニはこの時は感覚が麻痺していたそうよ。2009年2月8日にはセーラー服のコスチュームを万引きして逮捕されたわ。もう食材以外も万引きするようになってたんだな。この時、検察庁で、20万円の罰金を支払えないと労役場に留置しますとリンは言われるわ。リンは、この時に両親の顔が浮かんだの。何としてでも罰金を払わなければ退学になる。退学になると両親を悲しませてしまうと強く思ったそうよ。万引きの方が悲しむと思うぜ。そうよね。罰金を何としてでも払わなければとリンは考えたわ。そこで思いついたのが名古屋で通行人を襲い金を奪うという計画よ。恐ろしい計画だぜ。そして被害者に追われた時は武器で脅して殴ろうと考えたわ。リンは、モンキーレンチとクラフトナイフをカバンに入れたの。強盗ではなくバイトして稼ごうとかは思わなかったんだな。思わなかったみたいね。リンはパーカーにマスクをつけて顔を隠したの。この状態で2009年5月1日に名古屋駅周辺で標的を探したわ。ちなみに、山田さん一家が襲われた日よ。山田さん一家もこんな目に遭うとは思ってもいなかっただろうな。そうね。あまりにも急な出来事だもの。名古屋駅周辺でリンは標的を探したけれど見つからなかったわ。リンは犯行を一旦は断念するの。ここでリンが本当に断念していたらどんなに良かったか。リンは諦めて帰りの急行列車に乗り込んだわ。すると近くに弱そうな乗客の女性がいたの。リンは、その女性を狙おうと決心する。その列車に乗っていたらと思うとゾッとするぜ。リンが狙おうとしていた女性は途中で降りたわ。リンは女性の後を追ったの。しかし女性は駅を降りてすぐ車に乗り込み見失ってしまった。怖い話だな。女性が降りた場所こそが事件が発生した愛知県蟹江町よ。なるほどな。リンは蟹江駅付近で新たな標的を探したが見つからなかった。リンは作戦を変更し空き巣に入ることにしたわ。こうして山田さん一家が狙われたんだな。リンは、蟹江駅付近を歩き空き巣に入る家を探す。時刻は22時前になっていたわ。その時、偶然通りかかった山田さん家の玄関に猫が入っていくのを見かけるの。よく見ると玄関のドアが少し開いている。山田さん宅は鍵を閉めていなかったんだな。それには理由があるわ。殺害されたキココさんは飼い猫の帰りを待っていたのよ。そうだったのか。辛いな。リンは山田さん宅に向かったわ。玄関を覗くと電気は消えている。リンは土足のまま家の中に侵入。リビングではキココさんがテレビを見ていたの。リンも電気がついているのを確認しているわ。なんでこんなひどいことを行動に移したのか理解できないぜ。リンはまず電気がついていない和室に侵入し、そして和室にあった衣服のポケットの中に金品がないかを確認していったの。その時誰やお前という声がしたわ。振り向くとキホコさんが立っていたの。キホコさんは物音に気づいて様子を見に来たのよ。キホコさん勇気あるぜ。リンは物色に夢中でキホコさんが後ろで立っているのに気づかなかったわ。キホコさんは、家を守ろうとリンに声をかけてしまったんだな。リンはびっくりして玄関まで逃げたわ。するとキホコさんはリンの服をつかみ阻止したわ。キホコさん必死だったんだな。リンは、この時に逃げれば捕まらないことを知っていたわ。じゃあ、どうして逃げずにキホコさんを殺害したんだ？大金が手に入るチャンスだったからと語っているわ。残虐すぎるぜ。リンはカバンに入れていたモンキーレンチを取り出し、キホコさんの頭を何回も殴ったわ。リンがキホコさんを殴っていると、仕事から帰宅した次男のマサキさんが飛びかかってきたの。マサキさんはキホコさんを守ろうとリンと掴み合いになった。掴み合いは1時間以上続いたわ。マサキさん命がけでキホコさんを守ろうとしていたんだな。途中、リンはマサキさんに頭突きをしたの。マサキさんは衝撃で倒れ込んだわ。相当強い力で頭突きをしたんだろうな。リンはマサキさんが倒れ込むとすぐに電気コードでマサキさんの両手を縛ったわ。マサキさんにとって恐怖の時間だな。そんな時に息子を助けたい一心でキホコさんが誰かと声を出したわ。キホコさんはひどい傷を負っていたけれどまだ生きていたの。するとリンはキホコさんの首を紐で絞め包丁で数回刺した。リンは山田さん一家が可愛がっていた飼い猫も首を絞めて殺害したわ。涙が出てくるぜ。リンはマサキさんと掴み合いになっている途中マスクが外れてしまったの。顔が見られたと思ったリンは、マサキさんの殺害も決意。台所にあった刃渡り17センチ上の包丁でマサキさんの背中を複数回刺したわ。マサキさんの傷は肺にまで達していたの。マサキさん痛かっただろうな。残酷すぎるぜ。リンは、キホコさんとマサキさんを殺害した後は証拠を消すのに必死になったわ。血痕や自身の足跡を必死に拭いていたの。さらに服についた血を取るために洗濯までしていたのよ。よく洗濯をする余裕があったな。それだけじゃないわ。キホコさんが息子のために作っていた夕食も食べていたのよ。信じられないな。
日付は変わり5月2日の深夜2時25分頃、同僚との飲み会に参加していた三男の勲さんが帰宅したわ。凛にとっては想定外の出来事だったわ。凛は何も知らず玄関に座ってブーツを脱いでいる勲さんに襲いかかった。そして背後から首を中心に持っていたクラフトナイフで複数回刺したの。うわ、勲さん怖かったと思うぜ。勲さんは振り向いて凛を押さえつけようと掴み合いになったわ。途中、勲さんは凛が持っているクラフトナイフを奪い足を刺すことに成功したの。勲さんは足を怪我して抵抗しなくなった凛に対し出て行けと言ったの。すると林は自身が怪我している血を拭き取りたいと思ったのか。無理だ、出血した血が止まるまで時間がかかると言ったわ。凛はなかなか出て行かなかったんだな。他にも着替える時間がある。出て行くのは証拠をすべて消してからだとも言ったの。その間に凛に刺されていた勲さんは、意識を失いかけ横たわったわ。勲さんは、頭部の下を刺され傷口は頸椎にまで達していたの。少しでもずれていたら確実に亡くなっていたわ。こんな致命傷を負わされた状態で凛と戦っていたんだな。凛は動けなくなった勲さんの両手を電気コードで縛った。頭にはパーカーをかぶせガムテープでぐるぐる巻きにして目隠しをしたわ。凛は勲さんだけ殺さなかったのか？凛は勲さんには顔を見られていないことと命乞いされたから殺さなかったと言ったわ。しかし本当に理由は近隣の場所を勲さんから聞き出すためよ。その証拠に凛は抵抗できなくなった状態の勲さんに、金はどこかと聞き続けていたの。勲さんはうちには金がないと答えたけれど凛は必死に探したわ。そして現金20万円と殺害された正樹さんが、婚約者からプレゼントされた腕時計を奪ったの。正樹さんにとって大事なものをこんな形で奪うなんて許せないぜ。勲さんは紀子さんと正樹さんが殺害されたことを知っていたのか？ええ、知ってたわ。凛に家に侵入したら女紀子さんに見つかった。揉み合っていると男正樹さんが入ってきた。ごめん、と言われ察したそうよ。こんな形で家族を亡くすなんて苦しいよな。山田さん一家が襲われてから時間は経ち早朝になった。早朝に紀子さんの知人女性が来て玄関のインターホンを鳴らしたわ。勲さんは助けを呼ぶチャンスだと思ったわ。身動きが取れない状態で必死に応対しようとしたの。すると凛は、まだ家の中にいて勲さんの動きを制止したわ。女性は帰ってしまい勲さんは再び意識を失ってしまう。勲さん意識を失ってしまったのか。その頃、殺害された正樹さんの同僚であり婚約者の女性は心配していたわ。婚約者は出勤してこない正樹さんの携帯に連絡したけれど繋がらなかった。気づけば昼近くになっていたわ。正樹さんの会社は愛知県警に通報したの。正樹さんの婚約者が気づいていなかったら勲さんも亡くなっていたかもしれないな。その通りよ。5月2日12時20分頃、正樹さんの上司と愛知県警は山田さん宅を訪ねたわ。警察は外から声をかけたの。すると警察の声で勲さんが意識を取り戻したわ。勲さんが拘束され負傷しながらも必死になって玄関の外に出てきたの。勲さんは意識が朦朧とした状態で、強盗です、助けてください、中で二人死んでいます、犯人は逃げましたと言ったの。勲さんは保護されすぐに病院へと搬送されたわ。勲さんよく耐えたな。警察は勲さんの話を聞いて中を捜査したの。すると刺されて倒れている正樹さんを発見。正樹さんは病院に搬送されたわ。警察がさらに奥へと進んでいくとうずくまっている凛を見つけたの。警察はこの時点で凛を見つけたんだな。しかし警察はここで最大なミスを犯してしまう。凛を住人だと勘違いした警察は、大丈夫ですか、出てきてくださいと言ったの。警察は凛にそう言ってから無線連絡をして目を離していたわ。凛は盗んだ20万円と腕時計を持って勝手口から逃走。凛は10時間以上も山田さん宅に滞在していたの。警察のミスは信じられないぜ。それだけじゃないわ。警察は目視調査だけで紀子さんを見つけようとはしなかったのよ。結局、紀子さんが見つかったのは次の日の3日よ。警察は当初、紀子さんは行方不明だと発表していたわ。それが原因で紀子さんが犯人であるかのように報道するテレビ局もあったの。ひどいな。犯人を逃しただけでなく紀子さんの遺体発見も遅れたのか。勲さんが中に二人死んでいます。と伝えたのにもかかわらず探さなかったのは不自然だぜ。他の警察捜査関係者も不審に感じ、大量の血痕を見ればもう一人の遺体があるとわかるはずだと言っているの。完全に愛知県警はミスしたんだな。ちなみに紀子さんの遺体は押し入れに入れられていたわ。紀子さんのそばには飼い猫の遺体もあったの。辛いな。こんな状態で殺害されるだなんて、凛は残忍すぎるぜ。警察は声をかけた凛がいなくなり犯人だった可能性に気づくの。しかし、特徴を見ていなかったわ。さらに現場近くで待機していた警察にも凛の特徴が伝えられていなかったの。凛は堂々と警察の近くを通り抜け三重に帰ったわ。
警察何やっているんだよ。警察はここでようやく犯人を取り逃がしたことに気づくの。愛知県警は、犯人を取り逃がしたことを隠蔽しようとしたわ。だから判明しているのは黒っぽい服装の男とだけ発表。さらに現場に土足痕は見つからなかったと言ったの。土足痕は再検証で発見されているわ。うわぁ、ひどい話だぜ。それだけじゃないわ。遺留品の公開、警察犬の投入もかなり遅くなったの。遺留品の一般公開は事件発生から2週間以上が経った15日だったわ。もっと早くに公開していれば凛はすぐに捕まったかもしれないの。愛知県警やらかしてしまったんだな。隠蔽の事実はどうしてわかったんだ？隠蔽など捜査に対して不信感を抱いた関係者が中日新聞に事実を言ったのよ。愛知県警の中でも不信感を感じていた人がいたんだな。そうよ。この報道があってから愛知県警は、犯人は逃がしてしまったけれど、当初は被害者の治療を優先していた。男の目撃情報はあえて公表しなかった。初動捜査にミスはなかった。とコメント。厳しい言い訳だぜ。凛を取り逃した愛知県警は必死に捜索するも見つからない。取り逃がしてしまい真っ青だったと思うぜ。警察はここまで残忍な殺害は、強い恨みによるものだと推測するの。そして顔見知りによる犯行として捜査を開始。しかし犯人に結びつく手がかりは見つからない。さらに伊佐夫さんが犯人は外国人のような話し方で、顔も一瞬見たけれど知らない顔だったと証言したわ。すると警察は途中から見ず知らずの者による犯行、として捜査するようになっていった。警察も追い込まれていたんだな。警察は2009年12月8日、犯人逮捕に有力な情報提供者には、最高額300万円を支払うと発表。警察の必死さが伺えるな。しかし情報提供は減少していき事件は風化しつつあったの。中には家族が共謀しての犯行と憶測を立てる人までいたの。被害者である家族を傷つけるだなんてひどいぜ。結局、逮捕までは3年半もかかったわ。3年半も見つけられなかったのか？ええ、そうよ。第二の世田谷一家殺害事件とまで言われたの。凛は3年半の間どこで何をしていたんだ？凛は、山田さん宅で盗んだ20万円で罰金を支払ったわ。そして何事もなかったかのように三重大学に通い2011年3月に卒業。卒業後は、自動車部品メーカーに就職したの。全く反省している様子はなかったんだな。就職後は社宅に住み優しい人柄で女子社員からも人気があったの。さらに日本語検定1級の知識を活かして中国人実習生の通訳もしていたわ。料理も得意でたびたび、職場の人たちに中国料理を振る舞っていたのよ。職場の人は凛が恐ろしい事件を起こしているだなんて思わなかっただろうな。ええ、事件後は三重大学の関係者も就職先の人たちも驚きを隠せない様子だったわ。当時の同僚は、私たちが知っている凛がこんな恐ろしい事件を起こすだなんて思えません。と語っているわ。びっくりするのも無理ないぜ。それに凛はたびたび、病弱な母を心配して中国にも帰っていたの。婚約者との関係も良好で日本に呼び寄せる計画まで立てていたわ。そうだったのか。事件後の凛は充実しすぎだぜ。凛は品質管理の知識が必要な QC 検定まで取得していたわ。社内では、林を中国にある工場の幹部にしようという話まで出ていたのよ。すごい信頼されていたんだな。ところが2012年6月、凛は給料の良い会社に就職したいと言い退職。三重大学の近くにあるアパートを借り、県外の建設関連会社に勤めていたわ。凛はアパートに引っ越しした際、住人たちに挨拶回りをしていたの。住民たちも良い人だったと口を揃えて言っているわ。凛にとって事件は完全に過去のものになっていたんだな。そうね。次の建設関連会社でも真面目に働き同僚との人間関係も良好だったわ。しかし8月には再び退職してしまったの。そこで凛は再び犯罪を犯すようになったわ。卑怯すぎるぜ。凛は仕事を辞めた後、再び窃盗を繰り返す日々になるわ。2012年8月には自転車を盗んで勝手に使用していたの。すると通りかかった愛知県警に窃盗がバレて連行されたの。ところが軽微な犯罪だったとして DNA 採取も行わず逮捕や起訴はされなかったわ。凛はそのまま返されたの。愛知県警またもや逃がしてしまったのか。その後、凛は窃盗をし続けたわ。凛も捕まらないだろうと思い込んでいたんだな。そうね、完全に油断していたと思うわ。しかし、いよいよ凛が愛知県蟹江町母子3人殺傷事件を起こしたことが判明する。同年10月に凛は母校、三重大学の男子更衣室に侵入。携帯電話1台を窃盗したわ。さらに19日には三重県津市栗間町屋町で車を窃盗したの。三重県警は被害男性の通報を受けて窃盗された車を探したわ。しばらくして凛が窃盗した車で運転しているのを三重県警は発見。
三重県警は凛を窃盗で逮捕起訴したわ。そして過去にも犯罪歴があったことから念のために DNA 鑑定を行ったの。三重県警すごいな。凛の唾液から DNA 採取を行い警察庁のデータベースに登録照合したの。そしたら愛知県蟹江町母子3人殺傷事件で犯人が残した DNA と見事一致。凛は愛知県警に引き渡され事情聴取を受けたの。事件について問いただされると凛は間違いありませんと認め逮捕されたわ。三重県警が DNA 採取を行っていなかったら事件は迷宮入りしたかもしれないな。凛は起訴され2015年2月20日に死刑を言い渡されたわ。ところが凛は判決を不服として控訴したわ。あんだけ残忍な殺害をしているのに逃げようとしたんだな。裁判には凛の両親も出廷し被害者に謝罪したわ。両親はまさかこんな事態になるだなんて予想もしていなかったそうよ。凛の本来の目的は日本で最先端の技術を学ぶことだったもんな。凛は死刑判決を受けた後、首を吊ったり鉛筆削りで動脈を切ったり、自殺未遂を繰り返しているわ。被告人質問では、被害者の方父母申し訳ない気持ちいっぱい、と語っているの。裁判は最高裁まで争われ2018年10月3日に死刑が正式に確定したわ。死刑が確定しても紀子さんや正樹さんは帰ってこないぜ。本当にそうね。殺害された紀子さんは四男が高校生の頃に夫を亡くしたわ。紀子さんは突然一家の大黒柱になったの。4人の息子を育てるために、朝は新聞配達、日中は会社員、夜は温泉施設で清掃員として働いていたわ。すごく頑張ってこられたんだな。疲れているのにもかかわらず息子たちの前ではいつも笑顔で接していたそうよ。聞いていると辛くなるな。さらに紀子さんは一緒に殺された飼い猫をすごく可愛がっていたわ。近所の野良猫のことも心配してお世話していたそうよ。胸が痛くなるぜ。次男の正樹さんは殺害される一週間前に婚約をしたばっかりだったのよ。え、婚約したばかりだったのか。それだけじゃないわ。婚約者は事件前日の4月30日に山田さん宅に泊まっていたの。事件当日となった5月1日にも泊まってもいいと聞いたけれど、正樹さんに連続になるからやめようと言われたそうよ。婚約者も泊まっていたら事件に巻き込まれていたかもしれないな。正樹さんと婚約者は同じケーキ屋に勤めていて将来のことを楽しく話し合っていたのよ。ちなみに婚約者が正樹さんにプレゼントした時計は凛が持ったままだったわ。プレゼントの思い出を汚されただなんて悲しくなるな。ええ、婚約者も凛が持っていたなら時計は返してほしくないと言っているの。さらにできればずっと自分の犯した罪を反省して償ってほしい、と凛に向けて言っているわ。正樹さんが殺害されていなかったら今頃、二人でケーキ屋を開いていたかもしれないな。ところで伊佐夫さんは大丈夫だったのか？三男の伊佐夫さんは、事件後なかなか犯人が捕まらずネット上でいろんな噂をされたわ。そして体にも心にも深い傷を負ったの。伊佐夫さんは、お金が支払われないこともわかっていたけれど凛に対して民事訴訟をしたわ。伊佐夫さんが少しでも穏やかに暮らせるといいな。凛が事件を起こさなければ山田さん一家は今もずっと幸せなままだったぜ。凛は、現在も死刑執行はされておらず名古屋拘置所に収監されているわ。記者が、事件について聞くと、もしも過去に戻れるなら、初めて万引きしようとした自分を辞めさせたいと語っているわ。凛が奪ったものはあまりにも大きすぎるぜ。5つ目、大阪ベランダ死体遺棄事件。この事件の現場は、大阪市阿倍野区昭和町のマンションだったわ。いわゆるワンルームマンションで、間取りは6畳だったそうよ。一人暮らしにはちょうどいいくらいの物件だな。そこで何が起きたんだ？なんと、2階の一室からとんでもないものが発見されたのよ。もしかして、その部屋のベランダから遺体が見つかったのか？ええ、毛布にくるまった状態で袋に入った遺体が見つかったのよ。発見したのは、この物件の管理会社の社員さんだったわ。管理会社の社員だって？どういう状況になったら、管理会社の人が部屋を訪ねてくるんだ。この部屋には、2010年頃から20代の男が住んでいたのよ。でも、この男はしばらく家賃を滞納していたの。なるほど、それならやむを得ないな。しかも、数日前の23日には、警察も来ているのよ。管理会社の社員さんの付き添いで、部屋を訪れているの。その時に遺体に気づかなかったのか？遺体はベランダにあったからね。その日は窓を開けたりはしなかったのよ。滞納者がベランダに隠れている可能性もあると思うぜ。警官が同伴している割には、なんとも間抜けな話だな。そうだけど、誰もベランダに遺体があるとは思わないわよ。まあ、それもそうだな。で、遺体はどんな状態だったんだ？一言で言うと、ひどい状態だったわ。遺体は、数ヶ月から数年の間放置されていたようなのよ。女性用の衣服と下着を着用していたため、遺体は女性と見られたわ。数ヶ月ならまだしも数年だって？
なんだか、随分と範囲が曖昧じゃないか。腐敗が進みすぎていて、期間も定かじゃなかったのよ。性別だって、衣服から判別しただけだからね。パッと見で判別が難しいくらいに、風化していたってことだな。そんなになってしまうと身元確認も大変だぜ。普通ならそうね。でも、遺体の発見翌日に、早くも身元が判明したの。そんなに早くわかったのか？遺体発見の翌日に、ある家族が、娘かもしれない、と問い合わせをしていたのよ。そして DNA 鑑定を行った結果、身元が判明したという流れね。翌日に問い合わせるということは、ご家族は相当心配していたんだな。それで、遺体はどこの誰だったんだ？遺体の正体は、堺市出身の平倉あゆみさんのものだったわ。彼女は高校卒業からしばらくして、行方がわからなくなっていたの。ということは、随分と長い間、行方知れずだったんだな。しかしそうなると、もっと気になるのは部屋の借り主の男だぜ。この部屋を借りていた20代の男は、消息不明になっていたわ。また、管理会社の社員さんが室内で、2010年に知人女性に頼まれて首を絞めて殺した。自分も死ぬ、と書かれたメモを発見していたのよ。部屋を借りていた男があゆみさんを殺害して行方をくらませたってことか。自分も死ぬと言っているんだから、どこかで死んでいるんじゃないか？実際、その男は数年間も家賃を滞納していたわ。でも、そういった男の死体が発見されてはいなかったのよ。じゃあ、どこかで生きているということだな。大阪府警阿部野署はそう判断したわ。さらに、家賃を滞納するということは遠くへはいけないはずと判断したの。この推測から、現場から近い場所を中心に捜査を行ったのよ。雲をつかむような話に思えるが、犯人は逮捕できたのか？翌月となる2017年11月16日の午前7時にね。捜査員は、阿部野区内の24時間営業のファストフード店で、男を確保したのよ。男の名前は河本智明、逮捕当時は28歳だったわ。警察の読み通りとはいえ、同じ区内にいたのか。河本は罪を認めたのか？取り調べで河本は、メモに書いてあった通り、間違いない。首を絞めて殺した、と容疑を認めたのよ。殺人をして遺体をベランダに放置して、よくその辺にいられたもんだな。私なら、お金がなくても頑張って遠くまで逃げるぜ。殺害から逮捕まで、河本は何をしていたんだ？マンションの3階の住人が、現場となった部屋の住人について話しているわ。サラリーマン風の男性と女性が一緒に住んでいたようだ。特に変わった様子はなかった。サラリーマン風の男が河本だな。だとすると、女性は亡くなったあゆみさんだったのか？いいえ、そうではないのよ。どういうことだ？河本はあゆみさんを殺害して自分だけ生き残ったわけだけど、その後、別の女性と交際して、数年後には結婚しているのよ。無理心中に失敗して、数年後に結婚か。河本は妻となった米田美久と同居を始めたわ。それも、あゆみさんの遺体がベランダにある、事件現場の部屋でね。ベランダに遺体がある部屋で新婚生活を始めたのか？じゃあ、3階の住人が見たのは、あゆみさんではなく米田だったのか？そういうことになるわね。つまり、河本と米田の新婚夫婦は遺体と同居していたのよ。妻の米田も、さすがに気づかないもんなのか？米田は、河本から窓を開けるなと命令されていたそうなのよ。米田によると、匂いがすごいのと、視線があるので開けないでと。アニメを見るから窓を開けてしまうと防音がなくなるから、騒音被害で言われるから嫌だって、と、河本は話していたそうね。なるほど。だが、ワンルームの間取りの生活だし、窓を開ける機会はあるんじゃないか？米田は同居開始から数年後、一度だけ窓を開けたそうなのよ。その時に米田は遺体の入った袋を発見していて、私が見た時には白い透明のゴミ袋があって、そこには明らかに生活感のあるゴミ。捨てようと思ったんだけど持ち上げたら黒い水がバチャバチャ出てきて、ゴミの匂いよりきつい。こんな匂いになるのっていうくらい臭い、と話しているわ。まあ、この時点で数年経っているわけだし、異臭もするよな。だが、このタイミングで米田は通報しなかったんだな。そういうことになるわね。米田は後に、それが人の遺体だったかもしれないと思わなかったかという質問に、思う。でも重さもそんなに、と答えているわ。重くないっていうのは、それだけ腐り落ちていたってことだよな。重くなかったから、人の遺体だとは思わなかったってことだろうか。それに関しては謎だけど、米田は河本とほぼ同時に逮捕されているわ。やっぱり共犯だったのか？あゆみさんの遺体発見の翌日、米田は河本の逃亡を手伝ったのよ。具体的には、食料品と原付バイクを提供していたの。当面の食料と、逃げるための足ってところか。犯人を助けたら、それはそれで罪になるんだな。米田は犯人隠避という罪で逮捕されたのよ。
河本と米田が手を組んであゆみさんを殺害したわけではないんだな。事件の犯人たちについてはよくわかったが、被害者のことがわからないぜ。河本とあゆみさんは、一体どんな関係だったんだ？河本とあゆみさんの関係は明かされていない部分が多いわ。でも、ある程度は情報があるから、そこから話していくわね。男女のことだし、二人は付き合っていたのか？ええ、二人は高校時代から付き合っていたそうよ。ちなみに、あゆみさんは河本の一つ年上だったの。高校時代の交際か、まさに青春って感じだな。だが、どうしてこんな悲劇に繋がったんだ。わかっている部分だけ話すわね。河本はあゆみさんのことを、米田にも話しているのよ。おいおい、殺害後に出会った妻に話しているのか？ええ、米田は、もともと彼女自慢とかをする人で、一番最初に付き合った人だよね。一番好きだった、一番愛しているし将来のことも考えていたけど、河本容疑者側の両親が反対したのか、向こう側の両親が反対したのかわからないけど、もう会わせないってのもあったみたいで、と、話しているわね。つまり、河本にとってあゆみさんは最も愛する女性だったんだな。それを今の妻に話すのもどうかと思うぜ。しかし、もう会わせないとなった理由が気になるぜ。そこの詳細はわかっていないわね。河本とあゆみさんが二人揃って目撃された最後の場所は、何は区役所だったわ。あくまで河本の話によればだけど、あゆみさんが殺害を依頼したのはその後ね。失踪当時のあゆみさんの年齢は、21歳から22歳だったと言われているわね。となると、一つ年下の河本は20歳から21歳だな。若いのに、とんでもないことをしたもんだぜ。逆に、若かったから無理心中なんてしようと考えたとも言えるわね。順調に交際していたが、何らかの理由でうまくいかなくなったんだな。それで、無理心中をしようとして河本だけが生き残ったということか。素直に聞くと悲恋って感じがするが、実際のところはどうなんだろうな。当事者が河本しかいない以上、あゆみさんの真意はわからないわね。でも、河本には元から粗暴な一面があったのよ。そうなのか？ええ、元妻の米田は、あの人怒ったら我を忘れる人なので、私と河本が喧嘩してもみくちゃになって、ガッとなった時に思い切り首を押さえられて、青あざ、手形がつくぐらい、喋っていてボルテージ上がってきたら顔が変わってくるからわかる。手も出るし、と、河本の暴力性について話しているわね。あざがつくくらい首を押さえるって、ちょっとシャレにならないぜ。河本は怒ると我を忘れて、暴力に走る人間だったんだな。そうなるわね。こうなると、頼まれて殺したという河本の話も少し眉唾になってくるのよ。あゆみさんが嫌がっていたとしても、それを証明できないもんな。それに、交際期間中に河本からの暴力があった可能性もあるぜ。でも、あゆみさんはすでに亡くなっているから、詳細は不明なのよ。真実を知っているのは河本だけだからね。死人に口なしとは、まさにこのことだぜ。何か客観的な証拠があって、真実がわかればいいんだが、現状では、河本の話を信用するしかないんだな。ところで、河本の裁判はどうなったんだ？河本の裁判の争点は、ズバリそこになったのよ。要は、殺人だったのか、嘱託殺人だったのかってことね。殺人はわかるが、嘱託殺人ってどういう内容なんだ？嘱託殺人は、被害者の本人からの依頼を受けて殺人した罪よ。今回の件もそうだけど、無理心中で生き残った人に適用されることが多いわ。私が霊夢に頼んで殺してもらったら、霊夢は嘱託殺人罪になるんだな。物騒な話だけど、そういうことになるわね。そして、殺人罪と嘱託殺人罪では罪の重さがかなり違うのよ。なるほど、殺人か嘱託殺人かはかなり重要な論点だな。河本は犯行を認めたそうだが、そこについてはどう話していたんだ？河本は犯行を認めたけど、頼まれたから殺したと当初から主張していたわ。だからこそ、裁判の争点になったのよ。あゆみさんがいないのが、なおのこと悔やまれるな。で、裁判はどういう内容になったんだ？当然だけど、検察側は、嘱託はなく、よりを戻すことを拒絶され、殺害の強い動機があった、と主張し、嘱託殺人ではなく殺人罪の適用を求めたわ。同時に、河本に懲役15年を求刑したの。殺人でも懲役15年というのが引っかかるところだが、結果はどうなんだ？2019年2月26日に判決公判が開かれたわ。最終的には嘱託殺人罪が適用され、河本には懲役5年6ヶ月の判決が下されたの。人を殺したにしては随分軽いな。嘱託殺人罪って、そんなに短い懲役で済むのか？嘱託殺人罪は、6ヶ月以上7年以下の懲役と決まっているからね。同じ罪状の中でも、河本の懲役は長い方と言えるのよ。裁判長は嘱託殺人罪として扱うかの根拠について、状況を悲観的に判断し、
真意と捉えてもやむを得ない、と検察の主張を退けたのよ。あゆみさんに頼まれた甲本が、本気で殺人を請け負ったと判断したわけだ。そういうことになるわね。あゆみさんの口から真実が聞きたいところだけど、それは叶わないわ。ご遺族のコメントは公になっていないけど、悔やんでいるでしょうね。確かに、ご遺族からしたらもやもやがいつまでも残るよな。甲本はこの判決に対して、控訴はしたのか？控訴などのニュースはないから、甲本の刑はこれで確定したと思われるわ。だから、2023年の現在は、まだ服役中ということになるわね。そうだが、懲役の年数からして、甲本は近々出所することになるんだな。この懲役刑の中で、しっかり反省してきてほしいぜ。あゆみさんのご遺族に償いをするためにもね。まったくだな。ところで、甲本の逃亡を助けた米田も逮捕されたよな。犯人隠避罪で米田も捕まっているわね。そっちはどうなったんだ？れっきとした罪だし、米田も懲役刑になったんじゃないか？ニュースは出ていないけど、執行猶予か罰金で済んだと考えられるわ。犯人隠避罪は懲役3年以下の実刑、または30万円以下の罰金と定められているの。もちろん、今回の事件が初犯なら、という前提があっての話よ。米田に前科があれば話は別だが、それも含めてはっきりしないってことか。殺害には関与していないし、夫を逃がしたい気持ちもわからなくはないぜ。でも、夫であれなんであれ、犯罪者の逃亡を手伝ったのは立派な罪よ。それに対するペナルティは、しっかりと受けてもらわないといけないわね。確かに、霊夢の言う通りだな。さて、一応は解決したこの事件だけど、謎はいくつか残っているわ。私も気になることがあったんだが、聞いてもいいか？遺体はずっと、マンションのベランダに放置されていたんだよな。7年近くはそのまま放置されていたわ。遺体が腐敗していく過程で、間違いなく悪臭が出るよな。マンションにいた他の住人は、この異臭で騒ぎを起こさなかったのか？私もそこは疑問に思ったわ。異臭を放っていたのは、窓を開けた米田の話からもわかっているからね。となると、現場になったマンションはかなりの郊外にあったのか？現場のマンションはそこまで偏僻な場所じゃないわ。近くには集合住宅やスーパーもあったから、人もいたはずなのよね。それなのに異臭騒ぎが起きなかったのが、とにかく不思議だぜ。事件発覚のきっかけだって、管理会社の社員さんが来たことだからね。それも、苦情ではなく数年にわたる甲本の家賃滞納が原因だったわ。それが奇妙なんだよな。それに、マンションの住人以上に、米田には通報する選択肢もあったと思うぜ。米田がベランダの異物の正体に気づいていたかは、なんとも言えないわね。そうだよな。遺体が7年近くもベランダに放置されて、誰も気づかなかったのは気味悪いぜ。それがこの事件の、最も異質なポイントよね。同時に、解決したのにすっきりしない、謎の部分でもあるわ。まったくだな。米田もマンションの住人も、近隣の人たちも含めて、当時の状況を聞きたいぜ。それに、あゆみさんが本当に死を望んでいたのかもはっきりしないな。どこまでもモヤモヤする事件だぜ。6つ目、福岡翔一殺害事件。まずは事件の概要を説明するわね。今回の事件は2008年9月18日に福岡県福岡市で発生したわ。市内の公園で当時6歳の富石浩樹くんが行方不明になったの。警察は母親から一緒にいた息子が行方不明になった、と通報を受け捜索を開始したわ。家族は浩樹くんの無事を祈っていたわ。でも警察は間もなく公園のトイレ付近に浩樹くんが倒れていたのを発見したの。浩樹くんは意識不明の状態ですぐ病院に搬送されたんだけど、その後死亡したわ。わずか6歳で亡くなってしまったなんて、あまりにかわいそうだ。一緒にいた息子が突然いなくなってしまうなんて、遺族の人たちは信じられなかっただろうな。しかも浩樹くんには首を紐のようなもので絞められた跡があったの。だから警察はすぐ殺人事件とみて捜査本部を設置し、捜査を開始したのよ。幼い子供を誘拐して殺害するなんて、ひどすぎるぜ。警察が捜査を続けると、意外な人物が事件に関与している可能性が出てきたのよ。意外な人物って？それは、最初に浩樹くんがいなくなったと通報した母親だったの。自分で警察に通報していたのに、一体どういうことなんだ？じゃあここからは、なぜ母親が事件に関わっていると言えるのか、詳しく見ていくわね。浩樹くんの母親の名前は富石薫、当時35歳だったわ。事件当日、薫は園内にあるアスレチックコーナーから、十数メートル離れたトイレに行ったの。その数分間で、浩樹くんの姿が消えたと話しているわ。誘拐事件によくあるちょっと目を離した隙にってやつだな。浩樹くんは当時、GPS 機能付き携帯電話を所持していたの。警察はそれで大まかに所在場所を把握しながら捜査したわ。結果、浩樹くんは女子トイレのあたりで発見されたのよ。
外壁にもたれるようにして、膝を曲げて座っていたのよ。コウキくんが見つかったのは女子トイレだったのか。子供とはいえ、6歳で自分から女子トイレに入るのはちょっと奇妙な気がするぜ。また、コウキくんが持っていた GPS 付き携帯電話は事件後になくなったわ。それが同じ公園の中で発見されたのよ。じゃあコウキくんは公園の中で殺害されたということだな。母親が付き添っていながら、第三者が犯行に及ぶというのはちょっと考えにくいな。さらに警察は考察の後から、コウキくんの、携帯電話のネックストラップに注目したわ。それが凶器として使われた可能性が高いと見て調べを進めたの。首を絞めるために紐を用意したら、処分するのが大変だと思ったのかもしれないな。公園での犯行なら、防犯カメラや目撃者はいなかったのか？事件発生は平日の午後4時頃だったんだけど、その時間帯は公園に人が少なかったわ。それに周辺で不審者を見かけたという目撃証言もなかったの。ただ事件当日、公園で母親と一緒にコウキくんを探した女性がいたわ。この公園の近所に住む彼女は、私は3時半過ぎに公園へ散歩に出かけました。すると、海へと伸びる道の路上に女性がうずくまって泣いていました。と話していたのよ。公園は海の近くにあったんだな。道端で女性がうずくまって泣いていたらびっくりしたと思うぜ。彼女は続けて、泣いていた女性を解放していた若いアベックが、子供がいなくなったそうなんです。黒い T シャツを着た男の子、見かけませんでした？と聞いてきました。見ませんでしたと答え、一旦海の方へ歩いて行き戻っていきました。今度はその女性が公園内のベンチに座っていたのです。声をかけるとトイレに行っている2、3分の間に、子供がいなくなったと言っていました。意気消沈した様子でしたよと話したわ。カオルの話を聞いた女性は心配になってトイレを探したけど、もぬけの殻だったわ。コウキくんはトイレにいたんだよな。その時はいなかったのか？女性はカオルに小学1年なら一人で家に帰ったんじゃない？と聞いたわ。するとカオルは自宅には帰ってませんと答えたの。女性の供述によると、GPS 機能のついた携帯電話が、公園の裏の山のあたりを指していたわ。しかし、山の方を探したけどやっぱり誰も見つからなかったのよ。山探しには数人の人が協力したけど、諦めて引き返したわ。そしてトイレの方へ目をやると、外壁と柱の間に、小さな人影があるのが見えたらしいわ。その人影ってコウキくんのことか？ええ、コウキくんは外壁と柱の間にいたの。わずか50センチの隙間に体育座りのような格好ですっぽりと体を収めていたわ。まるでかくれんぼをしているように見えたそうよ。カオルの話ではトイレに行っている数分間にいなくなったってことだったよな。女性の話が本当なら、不自然な点が多いぜ。マリサの言う通り、不可解な点は多かったわ。殺害されたコウキくんの服に乱れたところがなかったり、誰もコウキくんの悲鳴を聞いてないわ。さらに、凶器とみられるネックストラップからは、第三者の指紋は検出されなかったのよ。悲鳴を上げないということは、顔見知りの犯行だと考えられるな。そして第三者の指紋がないということは、母親であるカオルの指紋はあったんだろう？そうなるとますますカオルが怪しくなってくるぜ。不自然な点はまだあるわ。発見現場のトイレ周辺は土で覆われているのに、コウキくんの足には土砂がついていなかったの。ということは、公園以外の場所で殺されたとも考えられるな。このような数々の不審点から、捜査本部はカオルが怪しいと睨んでいたわ。その後警察は、再度コウキくんの母親であるトミー氏カオルに任意同行を求めたの。するとカオルは事情聴取で犯行を認めたのよ。なんだって、やっぱりカオルが犯人だったのか。福岡県警の捜査員が本当のことを聞きたいとカオルに話しかけたわ。すると彼女はその場に泣き崩れ自らの犯行を一気に話し始めたの。なぜ彼女は自分の子供を手にかけてしまったんだろうな。そして事件当日、どのようにしてコウキくんを殺してトイレに運んだのか気になるぜ。それじゃあ次は、トミー氏カオルについて詳しく見ていくわね。トミー氏カオルは両親が公務員の厳格な家庭で、三人姉妹の末っ子として生まれたわ。小学校の同級生によると彼女は学級委員を務めるしっかり者だったそうよ。両親が公務員の子供ってだけで、しっかり育てられたのがイメージできるな。そんなに真面目だったのか？カオルが小学校高学年の時、出し物の練習をしていたのに、クラスメイトはふざけていたの。そこでカオルはなんでちゃんと練習しないのと叫んで教室を飛び出したわ。クラスメイトの男子たちが後を追うとカオルは廊下の隅で泣いていたそうよ。この頃の男子って、真面目にやるのがカッコ悪いと思う年頃だもんな。大体女子がキレて注意するのがお決まりのパターンだぜ。カオルの場合はちょっとヒステリックだけどな。マリサの言う通りカオルは責任感が強い性格で、誰かに悩みを相談することもなかったの。その性格は、子育てにも影響を及ぼしたのよ。男の子はやんちゃだから、生真面目なカオルには大変だっただろうな。
実はコウキくんには軽度の発達障害があって、小学校では特別支援学級に通っていたの。コウキくんの同級生の母親は、入学式の後のクラス懇談会でカオルと挨拶したそうよ。その人によればカオルは、うちの子は落ち着きがないところがあるので、迷惑をおかけすることがあるかもしれません。と挨拶したわ。彼女は今にも泣き出しそうな顔だったそうよ。発達障害の子供は、言うことを聞かせるのも苦労するだろうな。子供が他の人に迷惑をかけるのを、カオルは恐れていたんだな。ええ、コウキくんは衝動的に激しい行動をすることがあったの。カオルはそんなコウキくんに叩かれて右肩にあざができたことがあったわ。でも階段で転んだと夫に嘘をついたの。人を叩く息子に育てた自分に責任を感じていたんだろうか。もしかしたら育児の色褪せになっていたんじゃないか。関係者によれば、コウキくんは一つのことに集中できないようだったの。突然走り出すなど予想外の行動を取ることがあったそうよ。そのためコウキくんは通っていた私立内浜小学校で特別支援学級に在籍していたわ。コウキくんは登校を拒否することもあったらしく、カオルは悩んでいる様子だったわ。霊夢から話を聞いただけでも、障害を持つ子供を育てる大変さが伝わってくるぜ。カオルには誰か相談できる相手とかいなかったのか？実はカオルも、筋萎縮症という原因不明の難病で、足に力が入らなくなる障害を持っていたの。両腕も肩の高さまでしか上がらなかったそうよ。体が不自由なのに、動き回る息子を育てるってとてつもない苦労だったろうな。母親が遊んでくれず、授業参観にも来てくれない。コウキくんにはそんな日々の寂しい気持ちもあったのかもしれないわね。カオルの夫は解除しないのか？実はコウキくんが5歳の時、カオルは療養のために引っ越しているの。父親である夫は実家に残り、ヒロキくんを連れて自分の実家に住むことにしたわ。両親や姉家族と一緒に暮らしていたけど、1年でマンションに移ったの。そしてまた家族3人で暮らすようになったのよ。3人の暮らしに戻ったということはカオルの症状は良くなったのかな？いいえ、むしろカオルの症状は実家にいた間も悪化していったようなの。近所に住む女性は事件の1週間前に、マンションの敷地内をコウキくんと歩くカオルを見かけたわ。カオルは痛みに耐えながら歩いていて、その姿はまるでお年寄りみたいだったそうよ。カオルは病院で治療していたのか？痛みに耐えながらの育児は辛いと思うぜ。医者に入院を勧められても、カオルは固くなに拒んでいたそうよ。責任感が強いから、入院すれば子育てする人がいなくなると思ったのだろうか。事件の10日ほど前、カオルは睡眠薬を大量に飲んで自殺を図っていたの。精神的にも限界じゃないか。すぐに病院に入院しないとダメだぜ。こんな状態でも、カオルは周囲にほとんど何も打ち明けていなかったそうよ。コウキくんが通っていた小学校の校長先生は、とにかく信じられないの一言。お母さんが病気を抱えていたとか、子育てに悩んでいたという話は全く知りませんでした。確かにコウキくんは軽度の発達障害で、特別支援学級に在籍していました。でもそんなに手のかかるお子さんということではなかった。と話したわ。カオルの実家近所に住む主婦も、コウキくんに障害があったというのは報道で初めて知りました。元気で活発な、ごく普通の男の子でしたけどね。カオルさんが病気だというのも初耳。確かにいつも顔色が悪くて、片足を引きずるようにして歩いているのは見たことがあります。でもそのことで悩んでいたという話は聞いたことがありません。と語っているの。子供の頃からの一人で抱え込む性格が災いしたんだろうな。そして抱え込みすぎて自分の中で問題がどんどん大きくなっていったのかもしれないぜ。誰か一人でもカオルの異変に気づいていたなら、事件もなかっただろうな。さらに、この状態に至った背景の話もしてくれたの。カオルの背景につながる話？主婦の話によれば、あの家はカオルさんの祖母、カオルさんの両親、そして本人と3代続く熱心な創価学会員一家。特にカオルさんの祖母が熱心で、何年か前まではよく家で学会員の会合を開いていたようです。家の前にずらーっと車が並んでいましたよ。選挙の時期には、公明党候補者の応援を頼まれたこともあります。コウキくんの葬儀も学会の形式にのっとったものでした。と語っているわ。このことからカオルの実家が熱心な創価学会信者の家系だったことが分かったの。創価学会員なのと、カオルが追い詰められたことは関係があるのか？創価学会の教えは信心すれば病気や悩み、孤独が解消するというものよ。カオルも病気や子育ての悩みは信心すれば解決できると信じていた可能性があるのか。コウキくんの葬儀で、参列者は、カオルさんはお棺にすがりつくようにして泣き崩れていました。おえつというよりは、叫ぶような感じでコウキ、コウキーと、おかん全体を撫で回すようにしながら、コウキー、生きて帰ってきてねーと、叫ぶ光景はあまりに残酷で、とても直視できませんでした。と語っているわ。自分で殺しておいてそこまで悲しむことができるなんて、サイコっぽい感じがするぜ。
またカオルの夫の弟は、交通事故が原因で足に障害が残り、葬儀にも車椅子で来ていました。ただ病気については全く知りませんでした。コウキ君は障害があると言っても本当に普通の男の子。何も相談はありませんでしたし、ここまで悩んでいるとは知らなかった。こんなことになるとは、と話しているの。どの人もコウキ君の障害はそこまでじゃない。カオルの病気は気づかなかったと驚いているな。カオルはコウキ君を殺害した動機について、育児に悩んでいた。自分の病気のこともあり将来を悲観し、子供を殺して自分も死のうと思った、と述べているわ。自分の病気と障害を持つ子供を抱えてずっと苦しんでいたんだな。さらに直接的な動機があったわ。カオルは、公園のトイレで介助を頼んだら病気のお母さんなんかいらないと、拒絶された。絶望し、ビニールホースで息子の首を後ろから絞めた、と供述しているの。携帯電話のストラップではなく、ビニールホースでの殺害だったのか？ホースは魚を飼う水槽に空気を送るための細いもので、長さは約50センチほどだったわ。カオルはタオルのような布で巻き、自殺するためにバッグに入れて持ち歩いていたらしいわ。この供述の後カオルの親族宅を捜査すると、ゴミ箱からビニールホースが発見されたの。自殺しようと常にビニールホースを持っている母親なんて、怖すぎるぜ。ただ警察関係者は、正直、彼女の供述をどこまで信じてよいのかはわかりません。何しろ、公園での捜索の際には悲劇の母を演じてみんなを騙した女ですからね、と言っているわ。確かに、葬式で泣き叫ぶほどの名演技だったもんな。逮捕後のカオルは取り返しのつかない行為に後悔の涙を流したわ。そしてコウキ君と過ごした6年を思い返す日々を送っていたそうよ。逮捕後の3ヶ月で体重が11キロ落ちるほど憔悴していたらしいわ。事件後は約2ヶ月にわたって精神鑑定を受けていたの。その間うつ状態とパニック状態を繰り返し、自殺行為にも及んだわ。もともと真面目な性格だから、自分の子供を手にかけた。罪悪感で病んでいるのかもしれないな。カオルは、私は自分が死にたいという気持ちが大きくて、コウキに手をかけることは全然頭にはなかったんです。未だになぜ死んだのがコウキで、私じゃなかったんだろうかと思います。と語っているわ。自分で殺しておいてそんなこと言われても、信用できないぜ。裁判でもカオルの精神状態から責任能力が大きな争点となったの。検察側は起訴前の精神鑑定をもとに責任能力ありと主張していたわ。それに対し弁護側は責任能力なしと主張し真っ向から対立していたの。当時服用していた抗うつ剤の副作用が理由だったわ。ある程度精神状態が不安定だったのはわかるが、責任能力がなかったとは思えないぜ。事件後は自分が被害者のように振る舞っていたしな。結局カオルは福岡地裁で責任能力があるとして、殺人罪で懲役8年の判決を受けたわ。裁判長は、強固な殺意に基づく冷酷な犯行だ。だが子育てが被告に集中し発達障害だった。長男の暴力や暴言に悩んでいた。怒りを爆発させた経緯は考慮すべき、と指摘したの。裁判長もカオルが子育てで追い詰められていた事情は組んでくれたんだな。7つ目、愛媛、乳児後遺体発見事件。まずは犯人の若林恵美の生い立ちについて紹介するわ。若林は1981年に愛媛県八幡浜市で生まれて、母と父、弟の4人で暮らしていたわ。学生時代の若林は目立つタイプじゃなく、おとなしく学生生活を過ごしていたそうね。ここまで聞くと、ごく普通な感じだな。でも勉強が苦手で、高校に進学しても変わらなかったわ。そんな若林だけど、高校の時から他の学校の生徒と交際していたみたいね。勉強は苦手だが、異性とのコミュニケーションはうまく取れていたんだな。でも、彼氏とはうまくいかずに若林から別れを告げたそうね。駅のホームで彼氏が若林に頼むから別れないでくれと何度もすがっていたそうよ。異性を引きつける魅力があったようだな。高校を卒業した若林は、50代ぐらいの男性と交際を開始したわ。まだ10代後半か20代前半だろ？随分歳が離れた彼氏だな。その彼とは若林が20代前半の時に結婚して、すぐに長男を出産したの。だけど結婚生活は長く続かずに、離婚してシングルマザーになったわ。八幡浜から松山市に移って違う男性と出会ったんだけど、籍は入れていなかったようね。だけど若林はその男性との間にも子供を授かったのよ。その子供も、長男と一緒に育てたのか？いえ、その子は養護施設に預けられたわ。そして若林は水商売をしながら長男を育てたの。そうだったのか。しかし一概に夜の仕事が悪いとは思わないぜ。マリサの言う通りね。だけど一人で養育するのに限界を感じたのか、父親と弟にも協力してもらっていたわ。そのために、木造2階建てのアパートへと引っ越してるわね。この時実家には若林を産んだ母親はいなかったそうよ。家族仲はどうだったんだ？
家族仲は悪くなかったわ。長男の授業参観に参加したり、父親とはお買い物をする姿が目撃されているわね。さらに実家に戻ってから若林の見た目はどんどん派手になったの。夜の街に行くときはバッチリメイクをして髪も整えて、短いスカートで出かけていたわ。気合を入れた格好で出かけていたのか。それから、若林はほぼ毎日パチンコ店に入り浸っていたわ。朝から晩まで派手な格好をしながら過ごしている姿も目撃されているわね。息抜きだとしても毎日パチンコに行くのはどうかと思うぜ。というかパチンコをする金があるなら長男に使ってほしいな。そうね、しかも若林がパチンコをするときは、連れの男性がいたのよ。50代ぐらいの男性で、仲良くしている様子も見せていたようね。元夫といい、年上が好きだったのか？それは不明なのよ。さらに不穏なことに、若林はネットの掲示板を利用して男性と会っていたわ。寂しかったとか、新しい出会いが欲しかったとかか？お金を得ることが目的だったわ。お金をもらう代わりに性的なサービスもしていたのよ。性的なサービスだと？ええ、若林と実際に会ったことがある男性は若林について、おっとりしているけど、硬い仕事につけそうなタイプじゃないなと感じたそうね。向き不向きはあるだろうが、すっきりしない話だな。そんな生活を送っていた若林だけど、近所の人はある疑問を覚えていたわ。一体どんな疑問を持ったんだ？2006年頃から、若林のお腹が大きくなっていったの。妊娠したのか？誰もがそう思ったわ。でも、お腹の膨らみがなくなっても赤ちゃんの姿は見られなかったのよ。それは確かにおかしいな。出産していれば一人くらい赤ちゃんを見かけてもいいはずだが。だから周囲の人たちは何かおかしいと感じていたのよ。疑惑を強めていった近所の人たちは、2012年9月6日に民生委員に、8月には臨月のようにお腹が大きかったけど、お腹がへこんでも子供の姿が見えない。という問い合わせをしたわ。民生委員ってどんな人たちなんだ？民生委員は厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員ね。生活や福祉全般に関する相談や、援助活動を行っているわ。民生委員は児童委員も兼ねていて、妊娠中や子育ての悩みの相談も受けているの。へえ、妊婦さんや子育てに悩んでる人にとってはすごく心強いな。行政や住民と専門機関をつなぐパイプ役と言えるわね。若林に対する相談を受けた民生委員は市と連携して、長男が通う学校に連絡を行ったわ。どんな連絡をしたんだ？若林の自宅を家庭訪問した時の様子を聞いたのよ。その際、学校の職員には卵巣の調子が悪くて飲んでいた薬のせいでお腹が膨らむと、妊娠については否定されたそうね。そうだったのか。学校の職員がそれ以上のことを聞き出すのは難しいよな。そうね。でも、疑って別の機関に相談した方が良かったと思うわ。そして3年後の2015年5月19日、同じ内容の相談が民生委員に届いたわ。相談を受けた職員じゃ若林の情報を確認したけど、母子手帳が発行されてなかったわ。野良妊婦ってやつか。もちろん若林にも確認したんだけど、若林は前回と同様妊娠していないと言ったわ。それでもおかしいと思った保健所は警察と対応を協議したわ。そして、6月24日から捜査が始まったの。やっと警察も動き出したんだな。そして6月26日に市と保健師が若林の自宅を訪問した際に、妊娠しているのではないか？と直接質問したら、冗談じゃない。太っているだけだ。失礼にも程がある。帰った帰った、と職員たちを追い払ったの。なんだかますます怪しいぜ。3日後の6月29日には若林が別件で市の窓口を訪れたわ。この時対応した職員も、若林の腹部の膨らみを確認しているわね。ここまで妊娠を否定されると、本当に病気のようにも思えてくるな。若林は本当に妊娠していたわ。妊娠していることを隠して、同年の7月3日に自宅で出産したの。病院に行く金がなかったのか？それだけならまだ理解できるけど、若林は恐ろしい行動に出たのよ。息ができないように、口を塞いで殺害したの。信じられないぜ。遺体はどうしたんだ？実家の押し入れに隠したわ。そして3日後の7月6日に再び、市の職員と保健師が自宅を訪問したのよ。そこで職員たちは驚きの光景を目撃したわ。少し前まで膨らんでいたお腹がペタンコになっていたんだよな。ええ、職員たちはすぐにそれを問い詰めたわ。そうすると若林は卵巣の病気で薬を服用した。妊娠はしていないと同じ説明をしたそうよ。だけど若林について捜査を進めていた県警が7月14日に若林を逮捕したわ。ついに事件が発覚したのか。さらに若林は信じられないような供述をしたの。なんと他にも4人の幸運で、全て自宅に隠したと供述したのよ。4人？しかも4人とも殺害したのかよ。警察がアパートの物置場を捜査すると、4人の乳児の遺体が発見されたわ。若林はアパートの2階に住んでいたんだけど、アパート1階は空き家だったのよ。
1階の軒下には不要な家具が置かれていて、合計5人の乳児の遺体が見つかったの。そんなところに乳児たちの遺体を隠したのか。若林はこの事件が発覚する約10年前の2006年頃から5人出産したと述べているわ。殺すなら、なぜ産んだんだ？仮にも腹を痛めて産んだ子供じゃないか。可愛くなかったのか？若林はいらない子だったからと言っているわ。当然、出生届も提出されてなくて、若林も自分が手にかけたと認めているの。乳児たちの父親は何をしていたんだ？それが誰が父親なのか分かっていないのよ。そして裁判が行われたわ。起訴内容は2015年7月3日頃に殺害した女児のことだけだったわ。それ以前の4人に対しては容疑不十分で不起訴になったの。納得いかないぜ。若林も自分で手にかけたと証言しているのに。2016年1月15日、若林は求刑8年に対して懲役7年の判決が言い渡されたわ。裁判長はこの判決理由について、最後に出産した女児一人を出産前から手にかけるつもりだった。未来ある生命をあまりにも軽視した犯行だと指摘したわ。他の子の件が不起訴になったことについて、何も述べなかったのか？不起訴となった4人に関しては、処罰の対象ではないが、これまでのことを心に留めておいてくださいと語って、若林は何度もうなずきながら判決を聞いていたそうよ。こんな非道なことをする前に行政に頼ってほしかったぜ。話は変わるけど、マリサは夜回り先生である水谷治氏を知ってるかしら？教員時代に夜の街をパトロールし始めて、有名になった人だな。繁華街の若者たちと向き合っていたことで、夜回り先生と呼ばれているんだよな。実は事件が明らかになった直後、水谷氏に若林の親類からメールが来ていたの。水谷氏によると、以前私が主催していたウェブサイトに悩みを相談しに来ていた人物で、今回の事件を受けてどうしたらよいかと連絡してきたそうで、事件に気づけなかったと悔やんでいたそうよ。若林は若くして結婚、長男を出産後にすぐに離婚したわ。そして松山市に出てから、もう一人子供を出産して養護施設に預けたでしょう？このことについて水谷氏は、地域住民との関係が密ない中だからこそ事態に気づくことができたとも言える。これが都会だったら6人目、7人目の犠牲者が出ていただろうと述べたわ。確かにその通りだな。都会は人付き合いが薄いから、疑問に思っても行動には移さないだろうな。水谷氏は事件が発生したことについて、赤ちゃんを産んでいるということは、相手の男に捨てられたくないといった心理が働いていたのではないか。彼女のしたことは許せないが、父親となった男も同罪だ。誰が父親なのか、DNA 鑑定で明らかにすべきだと憤っていたわね。まったくだな。こういう悲惨な事件を繰り返さないためにはどうしたらいいんだろうな。妊娠した時どうすればよいか、誰に相談すべきか。学校教育を通じてきちんと認知させることが必要だ。それができるのは学校しかないのだから。と水谷氏は説いているわ。確かにそうだな。学校でそういったことを学べる機会はほとんどないぜ。こういう事件も増えているだろうし、こういったことも力を入れて教育してほしいぜ。実は今回のような事件は何度も起きているのよ。ああ、たまにニュースで見かけるぜ。他にはどんな事件があるんだ？2021年の1月29日に京都府日向市の用水路で男児の遺体が見つかったわ。捜査の結果、15歳の少女が自宅で出産した男児を用水路に遺棄していたのよ。少女は逮捕されたわ。まだ15歳で出産した上に用水路に遺棄したのか。翌日の30日午前0時35分頃に少女の家族から、家族が子供を産んで川に捨てたと言っていると警察に110番があったことで事件は発覚したわ。約20分後に警察職員が少女の自宅から約200メートル離れた用水路で男児を見つけたのよ。でも、搬送先の病院で死亡が確認されたの。気が滅入る話だぜ。解剖の結果、男児には窒息死の疑いがあったわ。少女は死んでから捨てたと話していたのよ。家族は少女の妊娠に気づいていなくて、父親は不明だったわ。また父親不明か。父親がいればこんなことにはならなかったかもしれないな。それはどうかしらね。父親がいても事件が起きないとは限らないの。2021年、川越市の自宅に乳児の遺体を2体遺棄した女が逮捕された事件があったわ。乳児の一人を殺害したとして、無職の女を死体遺棄罪で起訴して再逮捕したわ。女は容疑を認めて産んでも育てられない。育てる覚悟がつかなかったと供述したの。育てる覚悟がないなら妊娠しないようにするとか、やりようはあるだろう。そうね。女はお湯を張った浴槽の中で乳児を出産して、引き上げずに殺害したと見られているわ。目立った外傷はなくて死因は不詳だったけど、溺死した疑いがあったそうね。そして死亡した乳児はプラスチックケースに入れられて、クローゼットに遺棄されたわ。生まれたばかりの乳児を溺死させるなんて、ひどすぎるぜ。さらに死亡した乳児は女と同居していた男との間の実子と判明したわ。
男は妊娠しているのは知っていたけど、出産したことは知らなかったと述べているわ。そんなはずないぜ。お腹を見ればわかるじゃないか。県警は9月2日に死体遺棄容疑で女を逮捕したわ。同月の22日には春日部市の実家にも別の乳児を遺棄したとして同容疑で再逮捕したわ。本人の供述や専門家への意見聴取で、自宅に遺棄した乳児を殺害したことを特定したの。パートナーがいても事件は防げないんだな。殺された子たちのことを思うとやりきれないぜ。子供たちのご冥福をお祈りします。8つ目、高槻市資産家殺人事件。まずは事件の概要から説明するわね。これは東京オリンピックが開催された2021年7月に大阪府高槻市で起きた事件よ。被害者は高槻市に暮らす資産家で、当時54歳の高井直子さんだったわ。直子さんは連休明けの月曜日に会社を無断欠勤していて、様子を見に来た親族によって遺体が発見されたの。世間が賑わっている間に、こんな悲惨な事件が起きていたんだな。直子さんは自宅で亡くなっていたということなのか？直子さんは自宅の浴槽で発見されたのよ。死亡推定日は、東京オリンピックの開会式があった7月23日だったわ。真夏の浴槽に、4日間も放置された状態だったことになるわね。真夏というところが恐ろしいな。浴槽に水が溜まっていたとしたら、かなり腐敗が進んでいそうだ。その通りよ。おかげで通常よりも、解剖や検査に時間がかかることになったの。遺族も発見した時、相当ショックだっただろうな。直子さんはどんな人物だったんだ？直子さんは、銀行のグループ会社で事務員として働いていたの。近隣住民によると、しっかりした良い人だったそうよ。その一方で両親から引き継いだ巨額な遺産があり、資産家でもあったの。けれど暮らしぶりは質素で、決して派手なタイプではなかったみたいよ。そんな真面目でつつましく暮らしていた人が、被害に遭うなんてな。ところで4日間も浴槽にいたら、家族が気づくはずだろ？直子さんは一人暮らしだったのか？直子さんは独身で子供も兄弟もおらず、唯一の肉親である母親は高齢で認知症の疑いがあったの。しかも世間は4連休で、東京オリンピックで賑わっていたわ。そんな状況だから、数日連絡が取れなくても、誰も不審には思わないかもしれないわね。確かに連休中だと、外出していて連絡がつかないこともあるよな。警察はすぐに殺人の線で捜査に当たったのか？当初は事故や病死の線も捨てきれなかったわ。実は直子さんは大のお酒好きで、部屋にはお酒の空き缶が残っていたのよ。じゃあ、酒に酔った末の事故死という可能性もあったんだな。さっきも言った通り検査にも時間がかかったからなおさらね。でも2022年の2月21日に、状況が変わり出したのよ。何か進展があったのか？直子さんの部屋にはお酒の空き缶があったと言ったわよね。これは誰が飲んだものだと思う？一人暮らしで肉親は認知症の疑いがある母親だけなら、直子さんが晩酌をしていたんじゃないか？そうよね。でも不思議なことに、直子さんの体内からはアルコールが検出されなかったのよ。一体どういうことだ？しかも直子さんの手足には、結束バンドが残っていたわ。さらに死因は事故死や病死ではなく、溺死だと判明したのよ。このことから、殺人の線で捜査が開始されたわ。それじゃあ犯人が飲んだ可能性もあるな。しかし酒によって殺人を犯すもんなのか？偽装工作の可能性が高いと思われていたわ。それに直子さんには、高額な保険金がかけられていたのよ。高額というと、1000万とかか？いいえ。なんと1億5000万よ。1億5000万。直子さんは2つの保険会社と契約していたの。受取人は養子である松田凛という男だったわ。さらに松田は、事件の5ヶ月前に養子縁組を組んだばかりだったのよ。それは怪しいな。松田という男と直子さんは、どんな関係だったんだ？松田は当時28歳で、神奈川県川崎市に暮らしていたの。直子さんが住んでいる大阪から、かなり距離があるよな。松田は保険会社に勤めていて、直子さんとは保険外交員と顧客の関係だったわ。直子さんが契約している保険のうち、一つは松田が担当していたみたいなの。じゃあ仕事で知り合ったのか。仕事の関係から養子縁組を組むなんて、かなり珍しいよな。直子さんはどうして養子縁組を組むことにしたんだろうか。そこでも不可解な点があるわ。松田は2020年に結婚しているんだけど、養子になるためには配偶者の同意が必要なの。でも松田は妻になりすまして届出を提出していたのよ。実際に妻や父は養子縁組の書類について、自分たちは書いていないと証言しているわ。ということは、直子さんが記載する部分も偽造していたのか？それが、筆跡鑑定で妻の偽造は判明したけど、直子さんの方は本人のものだったのよ。なぜ直子さんが川崎に住む松田と養子縁組を組んだのかは、今でも謎のままなの。なんだか謎めいた事件だな。松田という男は、どんな人物だったんだ？
松田凛は兵庫県出身で高校大学とアメフト部に所属していて、日本代表に選ばれるほどの選手だったのよ。友人への聞き込みでは、アメフトには真摯に取り組んでいたようね。アメフトには、とても真面目に取り組んでいたんだな。日本代表になれるほどだったのに、プロの選手にはならなかったのか？大学に入ってすぐに、筋トレ中に脳出血を起こしてしまったのよ。一命は取り留めたけど、安全面から復帰は許されなかったわ。それで松田は大学チームに席を置きながら、高校コーチを務めることになったのよ。でも本人はそれを不服としていたみたいね。将来を有望視されていたのに、怪我で引退は辛いよな。大学を卒業してからは、保険会社に勤めていたんだろ？松田は卒業後、有名コンサルティング会社に就職したわ。そこで優秀な成績を収めていたようで、その後保険会社にヘッドハンティングされたのよ。学生時代はアメフトで活躍して、就職後も仕事で優秀だったのか。とてもいい人生を送っていたように思えるな。松田は保険会社に入ってからも、営業成績は他の社員から抜きん出ていたらしいわ。だけど保険会社を退職して、知人がいる保険代理店に再就職したの。その会社では3日間の業務停止を受けていて、2020年には退職しているわ。業務停止の理由は何だったんだ？普通に働いていたら、業務停止を受けるなんてことはそうそうないよな。その原因に直子さんが関わっているのよ。松田は養子縁組を組んで高い姓に変わっているんだけど、業務停止はその影響だという噂があるわ。なるほどな。しかし松田が保険金目当てだとしても、そんな大金が必要な理由があったのか？松田は SNS で、とても華やかな生活風景を投稿していたわ。よく買い物をしていたのか？頻繁に高級なブランド物を購入したり、高級スポーツカーを所持したりしていたのよ。東京の一等地に建てられた、タワーマンションに引っ越したりもしていたわね。かなり生活水準が高いんだな。散財癖があったのか？元同僚の話では、松田はコミュニケーション能力は高いけど、見えっ張りで承認欲求が強かったそうね。個人的な感想だが、あまりいい人間とは思えないな。一方で学生時代の友人は、部活ではストイックな一面を見せていたと話しているわ。人に好かれる気さくでいい人だったそうね。学生時代と社会人時代で随分と印象が違うな。松田は事件から1年後に、養子縁組の書類を偽造したとして逮捕されたわ。罪状は有印私文書偽造同行使容疑ね。その後に華やかな生活が露見して、学生時代の友人たちは驚いていたわ。松田の生活が一変していて、驚いたんだろうな。さらに、松田は詐欺容疑でも再逮捕されているのよ。おいおい、人からお金を騙し取ったのか？都内でバッグを購入した時にクレジットカードを使ったんだけど、この時に虚偽の申告をしたのよ。自分で使ったのに第三者に不正利用されたと訴えて、バッグ代を返金させたの。華やかな生活をアピールしているうちにお金がなくなったのか？これはアリバイ工作だったのではないかと言われているわ。アリバイ工作だって？直子さんが最後に確認されたのは、連休前の7月21日の夕方なのよ。会社を退勤して自転車で自宅に向かう直子さんが防犯カメラに映っていたの。だけど事件当日、防犯カメラには他にも重要なものが映っていたのよ。何が映っていたんだ？松田が詐欺で購入したのと同じバッグを持った人物が映っていたのよ。その人物は、バッグ以外の特徴も松田と一致していたわ。しかも、その手には包丁が握られていたの。包丁って、まさか犯行で使うためか？直子さんの遺体には傷がなかったから、脅迫目的だったんでしょうね。松田は他にもアリバイ工作をしていて、当日は位置情報もくらませていたのよ。そのために、自宅にスマホを置いて直子さんのいる大阪に行ったわ。そんなことまでしていたのか？それは計画的な犯行だな。本人は警察に、当日は家にずっといたと証言しているわね。テレビの取材にも、保険金の受け取り人が自分になっていることも警察から聞いて初めて知ったと話したわ。容疑から逃れるために、あえて取材に答えたように思えるぜ。その可能性はあるわね。でも、防犯カメラの映像をごまかせるほどのものじゃなかったわ。松田は2022年8月25日に殺人の疑いで再逮捕されたのよ。それじゃあ事件は解決したのか？松田は逮捕後、黙秘を貫いていて証言を得ることができなかったの。それじゃ、警察も骨が折れるだろうな。しかし去年逮捕されたばかりなら、これから証言するかもしれないんじゃないか？それはないわ。どうしてだ？松田は逮捕されて間もない9月1日早朝、留置所内で自殺を図ったの。松田はどうなったんだ？病院に搬送されたんだけど、その日に息を引き取ったわ。松田は一貫して黙秘を貫き通したのか。それじゃ、事件は未解決のままだよな。容疑者死亡ということで、不起訴に終わったわ。なんてこった。
しかし、留置所も自殺対策はしていなかったのか？看守は前日の夜に異常がないことを確認していたわ。当日の朝、6時44分にも、松田が布団で寝ている様子を確認しているのよ。けど、その後の7時2分には、松田は心肺停止状態になっていたわ。松田は、持ち込んだ衣類で自殺を図ったそうよ。たった15分ほどの間で自殺していたのか。よほど、強い決意を持っていたんだろうな。松田が死んだ今となってはわからないわね。実は松田は自殺を図る前に、逃走をほのめかす発言をしていたのよ。それに、家族に向けてもう会えない。先に行くのを許してください。といった遺書のような文章も書いていたわね。そういう行動があったなら、特別要注意非留置者に指定するんじゃないのか？通常はカメラ付きの部屋に移動したり、24時間の監視が必要ね。けどプライバシーや人権の問題で、簡単に判断することはできなかったのよ。それじゃ、防ぎようがなかったのか？そうでもないわ。後から分かったことなんだけど、巡回や点検に不備があったのよ。担当者は虚偽の報告書を作って、巡回をしていなかったの。この自殺劇により、担当の所長など7人を懲戒処分にし、3人を書類送検したわ。警察側のずさんさもあらわになったんだな。なんとも言えない気分だが、これで事件はお蔵入りということか。それじゃあ今回の事件をまとめるわね。頼むぜ。事件が起きたのはオリンピックがあった2021年よ。大阪府高槻市に暮らす、高井直子さんが、自宅の浴槽で亡くなっているのを親族が発見したわ。親族は連休明けの7月26日に様子を見に来たんだったな。直子さんが会社を無断欠勤していたことを心配したんだよな。オリンピックの開会式に合わせた4連休が明けた日のことだったわ。この事件はその4連休中に起こったのよ。死亡推定日は、東京オリンピックの開会式があった7月23日ね。つまり真夏の浴槽に、4日間も放置されていたんだよな。本当にひどいことをするぜ。そのせいで腐敗が通常よりも進んでいて、検査や解剖に時間を要したわ。おかげで捜査は難航したようね。それじゃ、容疑者候補を探すのも大変だっただろうな。直子さんは銀行のグループ会社で事務員として働き、人柄も良かったと言われていたわね。その一方で両親から引き継いだ巨額な遺産があり、資産家でもあったのよ。けれど暮らしぶりは質素で、決して派手なタイプではなかったわ。確か当初は、事故の線も疑っていたんだよな。直子さんはお酒好きで、部屋から空き缶も見つかっていて、事故や病気の可能性も見られたわね。でも、直子さんの体内からアルコールは検出されず、死因も溺死だったのよ。しかも手足には結束バンドが残っていたから、殺人の線で捜査が始まったわ。しかし殺人の線に切り替えてから、容疑者が浮上するのが早かったな。松田があまりにも怪しかったのが理由ね。直子さんには2つの保険会社から計1億5000万円の保険金がかけられていたのよ。そして、その受け取り人は養子の松田凛だったのよ。遠距離の川崎市に住み、養子になったのは事件の5ヶ月前だもんな。誰が見ても怪しすぎるぜ。松田と直子さんは、保険の外交員と顧客の関係だったわ。直子さんの契約する保険の一つは、その時に松田が担当していたのよ。確か松田は、養子縁組を組む際に妻の同意を偽装して、2022年に逮捕されているよな。でも筆跡鑑定で、直子さんの方は偽装されていなかったことが分かったわ。直子さんは同意の上だったと考えられるのよ。それがまた不思議なのよね。直子さんはなぜ養子縁組を組むことにしたのかは分からなかったんだよな。松田は高級品が好きだったから、なんとかして直子さんに取り入ったのか？だが、学生時代はまた違った顔を見せていたんだよな。松田は高校時代はアメフト部で活躍していたのよ。クォーターバックというチームの司令塔となるポジションで活躍していたわ。一時期は日本代表選手にも選ばれた逸材だったわね。友人からも、部活にストイックに取り組む良いやつとして見られていたんだよな。でも、社会人になってからは人が変わったのよ。高級車にタワーマンションにブランド物だもんな。学生時代の姿を知っている人からしたら衝撃だぜ。しかも、松田には妻もいたのに、別の女性と親密にしていたのよ。絵に描いたような最低な男になっているな。だが、そんな暮らしぶりが長く続くわけもないぜ。そのためか、松田は詐欺を行っていたわ。バッグを購入した際に、クレジットカード払いを自分でしたのに、不正利用されたと嘘の申告をしたの。でも、これすら直子さんの事件のためのアリバイだったのよ。用意周到すぎて、驚いたぜ。松田は当初、事件当日は自宅にいたと証言していたわ。アリバイ工作のために、スマホを自宅に置いて大阪に行ったなんて、なかなかの行動力よね。でも、詐欺を働いた時に手に入れたバッグを持った男が、防犯カメラに映っていたのよ。しかも、その男の特徴は松田と一致していたわ。
しかも片手には直子さんを脅すためと思われる、包丁を持っていたんだよな。包丁片手に家まで来られたら、恐ろしくて従うしかないわよね。松田はカメラの映像が決め手となり、2022年8月25日に殺人の疑いで再逮捕されたわ。だけど2週間後の9月1日早朝、留置所内で自殺を図ってしまったのよ。心肺停止の状態で発見されて、病院に搬送されたが死亡が確認されたんだよな。容疑者死亡で不起訴になったのが残念だぜ。謎が残るし、事件がお蔵入りになって遺族もやりきれなかっただろうな。この件に関しては、警察側の虚偽の報告も絡んでいたわ。巡回していないのに、していたと虚偽の報告書を作成していたんだったな。警察は担当の所長ら7人を懲戒処分にして、他3人も書類送検したわ。これに関しては、捜査関係者も悔しい思いをしただろうな。今後は再発防止に努めてほしいぜ。9つ目、平野母子殺害事件。事件が起きたのは2002年4月14日。現場は大阪府平野区のマンションだったわ。その一室で火事が起こり、住人の母親と子供の遺体が発見されたのよ。凄惨な事件だな。被害者である女性は A 子と呼ぶことにするわね。この A 子は28歳、子供は1歳だったのよ。どちらも死ぬには早すぎるぜ。火事は不注意で起きたのか？いいえ、ただの火事じゃなかったのよ。というと、警察の鑑定結果によると、死因は火事ではなかったのよ。A 子は犬の散歩用の、リードで絞め殺されていたわ。子供は浴室に沈められての溺死だったのよ。犯人に人の心はないのか？さらに、A 子の着衣には乱れがあり、部屋には荒らされた形跡があったわ。金品の被害はなかったようで、怨恨による放火殺人事件だと警察は断定したの。怨恨だとすると、容疑者は顔見知りだよな？誰だったんだ？この事件における容疑者は2人いるのよ。最初に警察が疑ったのは、A 子の夫である B 男だったわ。まあ、夫婦仲が悪かったりしたら疑われるのは当然だな。実際のところ、どうだったんだ？夫婦仲は最悪だったわ。B 男は浮気癖があり、しょっちゅう A 子以外の女と浮気をしていたのよ。ますます疑われることになるじゃないか。でも、皮肉にも浮気のおかげでアリバイが立証されてしまうのよ。B 男が女性とレストランにいる様子が、監視カメラによって確認されているの。奥さんが命を落とした時に浮気してたのか。なんか胸クソ悪いな。図らずも、女癖の悪さによって自分の無実を立証したことになるわね。その後警察は、次の容疑者に目をつけるわ。それが、B 男の義理の父である M なのよ。捜査を進めていくと、M からは疑わしい点が山のように出てきたわ。警察は2002年11月16日に、M を逮捕したのよ。何がどうなったら夫の義理の父が容疑者になるんだ？それを知るために、家族の状況を説明しないといけないわね。M は1987年から大阪府で刑務官として勤務していたわ。刑務官ということは、刑務所で働いてたんだな。そうね、勤務態度は至って真面目だったそうよ。そんな中で、M はとある女性と知り合って結婚することになるわ。この女性はバツイチで、すでに息子が一人いたわ。いわゆる連れ子ね。M はこの女性と結婚し、3人で新生活をスタートさせることになるわ。この連れ子が B 男というわけだな。そういうことよ。そして年月が経ち、B 男は A 子と結婚することになるの。ここまでは普通の家庭の話だな。でも、B 男は極度の浮気症で、結婚後も複数の女性と不倫をしていたわ。旦那としては最低な行動だな。さらに悪いことに、B 男には総額2000万円にも上る借金があったの。2000万円？何の借金だ？事業でも失敗したのか？いいえ、遊ぶためのお金だったそうよ。弁解の余地のないくらい最低だな。こうなると、まともに生活できなくなってくるんじゃないか？ええ、そこで助け舟を出したのが M だったのよ。家族とはいえ連れ子だからな、とばっちりもいいところだぜ。M はこの2000万円の借金のうち、500万円の連帯保証人になるのよ。連帯保証人か、かなりのリスクを背負ったわけだな。それもあってか、M は A 子と B 男の生活に口を出し始めたわ。借金の額も額だし、おとなしく言うことを聞くしかないよな。それが、この M はとんでもない方向に行ってしまうの。どういうことだ？ A 子に恋愛感情を持ってしまうのよ。おいおい、ドロドロじゃないか。A 子さんも、義理の父親にそんな感情を持たれたら怖いよな。実は、M の思いを綴ったメモがあるのよ。恋愛ポエムなんて聞きたくはないが、事件の参考のためだ、聞かせてもらおうか。少し楽しそうにしてるじゃない。まあ、いいわ。この人に愛されたらどんなに幸せだろうか。彼女は冷静で清く美しく、輝く月だ。月を照らす太陽の存在になって生きてゆかねば。うん、やっぱりきついぜ。この気持ちを M が抑えたまま終わればよかったけど、そうはならなかったわ。A 子さんは思いをぶつけられてしまったんだな。そりゃきついぜ。
事件の前年には、M は A 子に向けて、今の奥さんと別れるから、A 子も B 子と別れてくれ。そうしたら結婚しよう、と直接伝えているのよ。もう、まともな判断ができなくなっていそうだな。実際、M は奥さんに別れを切り出していたわ。こうした行き過ぎた M の行為は確実に A 子の心を蝕んでいったわ。A 子には同情するぜ。そして、とうとう A 子と B 子は実力行使に出るわ。何をしたんだ？行き先を M に告げず、突然引っ越したのよ。借金の世話をしてくれた人に行き先を告げないのは、一般的には非常識だが、この状況なら仕方ないよな。もちろん、A 子は親類縁者友達の全員に口止めしていたわ。そりゃそうだが、M だって黙っていないだろ。M の執着もあったと思うわ。でもそれ以上に、B 子の借金が問題だったのよ。返済されないから、M には督促がひっきりなしに来るようになったわ。金銭面だけは M に同情するぜ。当然 M は、B 子に引っ越し先を教えろとしつこく電話したのよ。でも、連絡は返ってこなかったわ。そして M は、以前 A 子と B 子が住んでたマンションの近くで聞き込みをするのよ。実力行使に出たわけだな。そんな中で、とんでもない事件が起きてしまうわ。それが冒頭に説明した放火殺人ということだな。そうなのよ。となれば、警察が容疑者を M に絞ったのも納得だな。動機がありすぎるぜ。警察は早い段階から M を犯人と見て、捜査をしていたわ。そして、捜査をすればするほど、A 子を殺す動機が浮かび上がってきたわ。M にアリバイはなかったのか？ M は事件当日、仕事が休みだったのよ。しかも A 子のマンションの付近で目撃されていたわ。そりゃ怪しいぜ。しかも、妻を迎えに行く約束を急に保護にしたり、推定犯行時刻に携帯電話の電源を切っていたりしてたのよ。とにかく、事件当日の M は不審な点だらけだったのよ。動機と当日の行動を考えれば M が犯人だよな。そうなるわね。でも、決定的な証拠は見つかっていないわ。M が A 子を殺したという証拠を見つけないといけなかったのよ。確かにそうだが、他の人が犯人の可能性もあるぜ。M の証拠探しもいいが、広い視点は必要じゃないか？マリサの言う通りね。でも、この時の警察は何としても M を逮捕したがっていたわ。それが後になって響いてくるんだけど、それはおいおいの話ね。気になるが、先を聞こうじゃないか。そして大阪府警は2002年11月16日に M を殺人容疑で逮捕したのよ。続く12月8日に、現住建造物等放火の容疑で再逮捕したわ。それで、肝心の証拠はどうなったんだ？警察が逮捕に踏み切った証拠は、タバコの吸い殻だったのよ。タバコ？ええ、マンションの踊り場にある灰殻から、M のものとされる DNA が付着した吸い殻が見つかったのよ。もちろん、銘柄も M が普段吸っているものだったわ。それが殺人の証拠になるのか？少し弱いと思うんだぜ。少なくとも、これで M は A 子のマンションに行っていたと立証できたわ。あとは取り調べで自白させようってのが、警察の狙いだったのよ。なるほど、限りなく怪しいから、自白狙いで逮捕に踏み切ったんだな。ええ、でも取り調べに対して、M は全面的に否認し続けるのよ。あくまでも、やってないというわけなんだな。M はそのまま起訴され、その後は裁判で争われることになったわ。裁判で問題になったのは、M が殺したという直接証拠がないことだったのよ。取り調べの中で自白させて、直接証拠を引き出そうとしたわけだけど、不発に終わっているのよ。戦える証拠は M のタバコの吸い殻というわけだな。やっぱり証拠としては弱いぜ。でも、M にはそれを補うほどの不審な行動と、A 子への執着があるのよ。状況だけ見れば、10人中10人が M を犯人だと思うよな。弁護人もいたと思うが、何を話したんだ？M の弁護人は要の証拠であるタバコの吸い殻について、否定したわ。M の唾液のついた吸い殻がそこにあったんなら、それは言い逃れできないだろ？吸ったタバコが勝手にマンションの灰殻に移動するなんてありえないぜ。そうでもなくて、M は A 子に自分の吸い殻の入った携帯灰殻を渡していたのよ。なんだって？ A 子も喫煙者で、M は A 子に携帯灰殻を渡していたの。その中の吸い殻を、A 子がマンションの灰殻に捨ててもおかしくはない。という反論を弁護士はしたのよ。正直、反論としては弱いような気がするぜ。でも、可能性はあると言えるから証拠の効力は薄くなるわ。そういうものなんだな。そして2005年8月3日、一審の判決が出されたわ。大阪地裁は、間接証拠によって M が犯人であると認め、有罪としたのよ。ただし、計画性は見られず、偶発的に起きたものとして、死刑ではなく、無期懲役の判決が下されたわ。死刑ではなかったんだな。でも、無罪を主張する被告、死刑を求刑する検察ともに、判決を不服として控訴するのよ。まあ、そうなるだろうな。そして、2006年12月15日に二審が行われたわ。一審と変わらず、
2審でも M は犯人と認定されたのよ。しかも、M が否認する態度から反省の色なしと判断し、検察の求刑である死刑判決を出したわ。2審は死刑判決なのか。でも、当然上告したんだよな。ええ、弁護人はこの判決を不服として上告するわ。決着は最高裁でつくことになったの。でも、2010年4月27日の最高裁で驚きの出来事が起こるのよ。何が起こったんだ？差し戻しよ。差し戻しってどういうことだ？この事件の裁判は事実誤認の疑いがあるとして、地裁へ破棄差し戻しということになったの。わけがわからないぜ。最初から裁判をやり直すよう、最高裁が命じたのよ。最初から？そう、本当に最初からよ。しかも、最高裁は例のタバコの吸い殻の証拠能力を疑問視していたわ。確かに、あれだけでは弱いよな。具体的にはどういうことなんだ？携帯灰皿の中身を捨てたのだとしたら、A 子の DNA の付着した吸い殻がある可能性が非常に高いのよ。当然、そういうことになるな。となると、弁護人が言う通りに A 子が携帯灰皿の中の吸い殻を捨てたという可能性が、高くなるわ。つまり、M は現場に行っていない可能性が極めて高くなるのよ。吸い殻はあくまで M がマンションに行っていたかもしれないという証拠であって、A 子を殺した証拠ではないわけだ。目撃証言と吸い殻だけで死刑にするような裁判は適当ではないと最高裁は、判断したのよ。実際、間接証拠のみで殺人罪を立証するには条件があるわ。それが、犯人でないと説明がつかない事実が間接証拠に含まれていることなの。でも、二審で死刑判決の裁判が最初からやり直しなんて聞いたことないぜ。そうね、これは21年ぶりの出来事なのよ。21年か、そんな昔にしか事例のないことを判断したんだな。最高裁は今回の証拠では、他に疑念が入り込む余地があるとして問題視したの。裁判は、検察側に不利な条件でやり直しとなってしまったわ。これが、霊夢が言ってた M を決めてかかった弊害ってことだな。警察は早いうちから M を犯人だとしていたから、多角的な証拠集めをおろそかにしていたのよ。それなら、最高裁で言われたようにタバコの、吸い殻を調べ直すしか手立てはないぜ。それでも、マンションに行ったという証拠にしかならないから、だいぶ厳しくなるな。それが、できなかったのよ。ん？灰皿のタバコの吸い殻を調べ直すだけじゃないか。問題の灰皿から押収した吸い殻は72本あったんだけど、このうち71本は紛失していたのよ。なんだって。警察はこの吸い殻の紛失は2002年の12月には把握していたのよ。2002年の12月って、M が逮捕されてすぐじゃないか。ええ、そうなるわね。そんなに早いうちからなくしていたのか？証拠品ってもっと厳重に扱うと思っていたぜ。当然だけど、押収された証拠品は警察署で保管されるわ。一般人がおいそれと近寄れる場所ではないわね。警察署に忍び込んで証拠品を盗み出すなんて芸当が一般人にできるとは、思えないぜ。だが、どうして紛失したのか余計にわからないな。紛失は、警察の誤廃棄によるものだと結論付けられたわ。実際、証拠品は段ボールの中に無造作に置かれていたそうなのよ。それをゴミと勘違いした職員が捨てたということらしいわ。なんともずさんな管理だな。殺人事件の証拠品の扱いとは思えないぜ。そうね、これは警察の大失態だわ。しかも、警察はこの事態を検察に報告していなかったわ。判明したのも、2004年に検察から開示請求されたのがきっかけだったのよ。それもひどい話だな。だが、裁判はどう進んだんだ？吸い殻を調べ直すのは不可能になったわ。警察と検察は、新しく M の犯行を示す証拠を出す必要に迫られたのよ。こういうのもなんだが、積んでないか？もちろん、この紛失事件は致命的だわ。取り返しのつかないミスだよな。こういう経緯の中で差し戻し審の一審が、2011年10月20日に大阪地裁で始まるの。検察側は従来の主張の他に、犬の獣毛の鑑定結果を新たな証拠として提出したわ。一方で弁護人は被害者の爪の中の衣類の繊維が M のものと一致しなかったこと。現場に残されていた足跡も M と一致しなかったことを主張したのよ。こうなると、検察は弱いよな。検察は改めて死刑を求刑、弁護人は当然無罪を主張したわ。そして2012年3月15日、大阪地裁は無罪を言い渡したわ。最高裁ではなく、差し戻しの一審で逆転無罪か。M にとっては朗報だが、感情の置き場が難しいよな。この判決を不服として、検察側は控訴するわ。そして複数の DNA 鑑定など、新証拠の提出に向けて検察も準備をするのよ。でも2017年3月2日、大阪高裁は検察の控訴を棄却したわ。二審も無罪か。検察はこの段階で上告を断念し、この段階で M の無罪が確定したわ。逮捕からおよそ14年、M は逆転無罪となったのよ。
14年か、随分長かったな。この裁判結果に伴い、基礎休職とされていた M は晴れて職場にも復帰したわ。M にとっては良かったが、なんとも後味の悪い結果だな。結局、真犯人はわからないままなんだろ？真犯人が見つからない限り、M も白い目で見られそうだぜ。もしかしたら本当に M が犯人だったのかもしれないけど、立証はできないわ。無罪になったとはいえ、誰もが納得してすっきり終わった裁判だったとは言えないわね。証拠もろくに揃ってないのに M に決め打ちしてしまったのが悔やまれるぜ。10個目、黒山事件。黒山事件というのは初めて聞くぜ。一体何が起こったんだ？まずは事件の概要について解説していくわね。事件が発生したのは1951年1月9日よ。大阪府北谷下村にある青果店から出火し、焼け跡から店主とその妻、息子3人の遺体が発見されたわ。それだけでなく、被害に遭った一家には生後7ヶ月の四男もいたの。四男だけは近所に住む青年によって家の中から救助されたけど、頭部を殴られていたせいで、搬送先の病院で命を落としてしまったわ。せっかく現場から救助されたのに助からなかったのか。しかも頭部を殴られていたってことは、他殺だよな。警察もそう考えたようね。その後、遺体の解剖が行われたわ。解剖って、漫画や推理小説でよく聞く言葉だが、具体的には何をどうすることなんだ？日本でいう解剖とは、主に人間の生態的な研究を行うための正常解剖、病死した人の状態を調べるための病理解剖、そして今回のような事件で亡くなった可能性がある、遺体に対して行う法医解剖の3種類があって、さらに法医解剖は、司法解剖と行政解剖に分けられるわ。正常解剖と病理解剖は言葉の響きからなんとなくわかるが、司法解剖と行政解剖はどう違うんだ？端的に言えば、違いは事件性が疑われているかどうかね。ちなみに刑事ドラマや推理小説での解剖の場合、主に司法解剖を指すことが多いわ。司法解剖は、事件性が疑われている遺体に対して行うのよ。解剖の種類と違いについては分かったが、司法解剖は一体何のために行うんだ？犯罪の客観的な証拠を得るためよ。特に近年は証拠の有無が重要視されているの。つまり、事件解決において極めて重要なんだな。ところで今回の事件の遺体を調べた結果、何かわかったのか？遺体の内臓に、煙を吸い込んだ形跡がないことが判明したわ。ということは、一酸化炭素を吸い込んだことによる中毒死ではないんだな。さらに睡眠薬や毒物も検出されなかったわ。一方で四男以外の遺体からも、頭蓋骨に鈍器で殴られたような跡が発見されたのよ。相当重い鈍器で殴られたことが判明したほか、左右どちらかの頸動脈が切断されているという事実も発覚したわ。頸動脈って聞いたことはあるが、一体どこにあるんだ？頸動脈は、首元を通って頭に血液を送り込んでいる血管のことね。大きくて太いから、わずかな傷でも出血が多量になりやすいのよ。つまり、傷がついたら早くなんとかしないと血が足りなくなってしまうんだな。そういうことね。そこが切られていたとなると、他殺の可能性が浮上するわ。大阪府警は捜査本部を設置し、さらに捜査を続けたのよ。結果、炊事場にあった薪割り斧から血液反応がないこと、表の入り口でバールが発見されたこと、遺体には青果店に、もともと置かれていた天ぷら油が巻かれていたことなどが分かったわ。捜査本部といえば、今まで霊夢が何度か説明してくれたな。改めて復習しておくと、確か重大事件が起こった時に、担当している警察署がある都道府県に設置されて、警視庁から応援の刑事が派遣されてくるんだよな。捜査本部については、マリサが言ってくれた通りね。ということは、今回の事件も重大事件として指定されたってことだな。大阪といえば大都市だし、結構な人数が派遣されてそうだぜ。今の感覚ではそうかもしれないけど、1951年当時がどうだったのかはわからないのよね。それに事件が起こったのは、大阪の中でものどかな農村地域なのよ。そういえば村って言ってたな。場所はどのあたりなんだ？事件から6年後の1957年に、市町村合併で地名がなくなってしまったから、正確な位置はわからないわね。でも、合併されたのは堺市と松原市だから、その境目にあった可能性は高いわ。当時は大阪にも村があったんだな。穏やかに過ごしている風景が目に浮かんでくるぜ。そんな環境だから、住民の結束が強かったんでしょうね。でも、今回の事件においてはそれがマイナスに働いてしまったのよ。おいおい、それは一体どういうことなんだ？捜査本部が設置されたため、事件が起こった村には、連日本部から30人近い刑事が向かい、聞き込み調査を行ったのよ。でも村に住んでいた200人の住民は、刑事からの質問に対してことごとく、口を閉ざしたのよ。おいおい、殺人事件だぜ。
なんで村人は捜査に協力しないんだ？大きく分けて、二つの理由があるわ。一つは事件発生当時、近隣で迷宮入りした事件が多発していて、警察への不信感が高まっていたことね。まあ、確かに迷宮入りした事件が増えてしまったんなら、ある程度不信感を持つのは仕方ないかもしれないぜ。だがそれなら、なおさら捜査に協力した方がいいんじゃないか？この事件が解決しなかったら、また迷宮入りする事件が増えてしまうぜ。マリサがそう思うのも無理はないけど、村人が警察に協力しない理由はもう一つあるのよ。というより、こっちの方が本命ね。この村と警察の間に一体何があったんだ？実は事件が起こった村では、大正時代に村長が、妻を殺すという事件が起こっているの。そうなのか？家族間の殺人って近年起こるようになったって印象があるが、昔も発生していたんだな。残念だけど村長が起こした事件の詳細についてはわからないわ。でも、村で殺人事件が起こったことにより、村人が長期間にわたって拘束されてしまったのよ。まあ、確かに拘束されたことによる恨みはあるかもしれないが、それだけで警察の捜査に対して非協力的になるものなのか？長期間拘束されたことによる精神的な苦痛もあるかもしれないけど、実はそれ以上に、農村では致命的とも言える、重大な事態を引き起こしてしまったのよ。重大な事態って、一体何が起こったんだ？農作物の世話ができなかったせいで、事件が起こった年の収穫量が、例年の半分まで落ち込んでしまったのよ。確かに農作物の収穫量に影響が出るのは、農村としては致命的だぜ。それで村人たちは警察の捜査に協力しなかったんだな。その結果、事件に関わりたくない村人が多数派となり、さらに連日100人を超える報道陣が詰めかけたこともあって、捜査は難航してしまったのよ。現場近くの人たちの協力が得られなかったら、捜査が難航してしまうのも頷けるぜ。村人たちからの協力が得られず、捜査は難航したのよ。最終的に取り調べを受けたのは関係者500人、容疑者80人となったわ。容疑者も関係者も結構な人数だな。的が絞れなかったのがよくわかるぜ。警察はどんな人物が犯人だと思っていたんだ？その点がわからなければ、そもそも絞り込むことすらできないと思うぜ。警察ではなく大阪地検の推理ではあるけど、まず現場の状況から犯人が、被害者を鈍器または刃物で殺害した後に放火したのは間違いない。凶器として用いられたのは手斧の可能性が高いと考えられているわね。その手斧っていうのは、どんな斧のことを指すんだ？ただの斧とは違うのか？手斧というのは、片手でも扱えるように重さや大きさを調節した小型の斧よ。薪を細かくしたり枝を払ったり、両手で扱う斧よりも小回りが必要な作業に用いられることが多いわね。今、霊夢が言ってくれた解説を聞く限り、今回の事件で発見された遺体についている、殴られた傷と切られた傷のどちらにも用いられた可能性がありそうだな。そうね。さらに犯行を行ったのは一人か多くても二人までで、土地勘がある人物の可能性が極めて高いと推測されているわ。状況から考えると、村人の誰かが犯人と思わざるを得ないな。肝心の村人たちが協力してくれないのは痛手だぜ。その後、新聞社から被害者と親しいある人物がスクープされて、捜査本部は直ちに該当の人物を呼び出し取り調べを行ったわ。でも当人は知らない、わからないの一点張りで、翌日には帰宅していて、事件については何の進展もなかったのよ。せめて何か一つでも新事実がわかればよかったんだが、それすらもなかったんだな。結局その後も新しい情報を入手することはできなくて、捜査本部は翌年になって解散することになってしまったわ。今まで霊夢が解説してくれた捜査本部が設置された事件は、どれも最終的には事件の真相が明らかになっていたが、今回は真相に至る前に解散してしまったんだな。この場合、捜査はどうなるんだ？事件未解決の状態で捜査本部が解散した場合、担当の警察署や、担当部署の課長が担当して、引き続き捜査が行われることになるわ。つまり、設置前の状態に戻るということね。捜査自体は続けられるんだな。まあ、未解決で放置しておくわけにもいかないよな。そして事件発生から4年半が経過した、1955年7月、警察法が改正され警視庁が発足、これまで地方でバラバラに設置されていた警察が、一つの大きな組織として再編されたわ。警察が地方でバラバラに設置ってどういうことだ？治安を守るためには、ある程度まとまってないとまずいぜ。実は日本警察は、第二次世界大戦後 GHQ が行った占領政策の下で、中央集権的な組織体制を改めるという方針により、一つの組織にまとめておくんじゃなく、各地方ごとに設置、管理するという方策が取られたのよ。敗戦の影響でそうなったんだな。
しかし、そんな大規模な改革がスムーズにできたのか？いいえ、財源がすべて地方政府の負担だったのと、戦後間もないということもあって、負担に耐えきれずに警察を設置できないという事態すら招いたわね。警察がいない状態となると、治安がかなり悪化しそうだな。ええ、実際地方の治安は悪化し、凶悪犯罪も増加したわ。それに対処するために、法律を改正して警察を、一つの組織として再びまとめたのよ。それはわかったが、今回の事件とどう関係しているんだ？実は警察の再編を、黒山事件が再捜査されることになったのよ。たまたま目についたから、とかじゃないよな。重大事件として指定を受けた、というのが理由よ。黒山事件は、大阪府警察の威信をかけて解決すべき事件と指定されたの。なるほどな。だが、もともと手がかりが得られていなかった上に、3年以上経過しているとなると、事件の解決は難しいんじゃないか？その通りなのよ。実際捜査を再開したものの、どれだけ調べても事件が進展する。有力な手がかりや新たな証言を探し当てることはできず、発生から15年後の1966年に時効が成立し、事件は迷宮入りしたわ。以上が黒山事件の概要になるわね。未解決の事件だから仕方ないかもしれないが、胸の中に引っかかりというか、もやもやしたものが残るぜ。捜査に関わった人たちも悔しいだろうな。実際事件を捜査していた大阪府警察第一課は、事件が迷宮入りしたことについて、目撃者がなく、聞き込み調査から手がかりが得られなかったのが今でも悔やまれる。手を下した犯人はおそらく、周到に犯行計画を立てた単独犯であり、一家全員を手にかけなければ生きていけないほどの、強い憎しみを抱いていた可能性が高い、と談話を発表しているわ。談話ってあまり聞かない言葉だが、どういう意味なんだ？単に話をするだけという意味もあるけど、特定の人物や組織が談話を発表した場合、主に形式にとらわれない非公式な意見を述べたという意味で使われるわね。つまり今解説したのは、事件に対する、捜査関係者の個人的な意見ということになるわね。個人の意見だとしても、実際に捜査していたんだから言葉に重みがあるぜ。時効を迎えてしまった悔しさが感じられるな。そうね。仮に今から犯人が見つかったとしても時効を迎えてしまっている以上、罪に問うことはできないのよ。そもそも時効って何なんだ？昔名探偵コナンで書かれた、大阪で刑事が犯人の連続殺人事件で犯人の刑事が、殺人罪の時効は15年だから刑事の僕でもどうにもできなかった。だから法に代わってこの手で、と言ってたのを覚えているが、どうして制定されているのか考えれば考えるほどわからないぜ。それじゃここからは、時効とそれが存在する理由について解説していくわね。まず時効についてだけど、法律上の時効はいくつか種類があり、民法と刑法で意味が変わって、さらにそれぞれの中でも複数の種類があるのよ。霊夢がさっき説明してくれた、解剖と同じような感じか？分野は違うけど、そういうイメージでいいわ。それで刑事事件における時効とは、主に公訴時効のことを指していることが多いのよ。これは名前の通り、公訴できる期限のことを指してるわ。なんで公訴に期限をつける必要があるんだよ。少なくとも凶悪犯罪であれば、設けない方が良いと思うが。時効が存在している理由には、いくつかの説が唱えられているわ。証拠や証言は時間とともに保存が難しくなり、それらを新たに発見することも難しくなるという説。いつまでも公訴できると冤罪を生むのではないかという説。社会の関心が失われていくから、期限を設けた方が良い説、などがあるわ。確かにそう言われればそうだが、なんか腑に落ちないな。被害者の家族が報われないじゃないか。マリサが今感じている引っかかりは、遺族の大半が感じていると思うわ。だから2010年に刑事訴訟法が改正された際、今回解説した黒山事件のような、殺人など死刑があり得る凶悪犯罪については時効が撤廃されたのよ。じゃあ、さっき私が話した名探偵コナンで犯人が言っていた殺人罪の時効も、現在はなくなっているんだな。ええ、ただ残念ながら、それよりも前に時効を迎えてしまった事件については、これまで同様に控訴することはできないわ。だから霊夢は、さっき今更逮捕できないと言ってたんだな。そういうことになるわ。迷宮入りしてしまった事件だから仕方ないが、今回の解説は、これまでと比べるとモヤモヤが残るものになってしまったな。ええ、日本でも世界でも犯人が逮捕されていない未解決事件はたくさんあるのよ。今後、科学技術が発展すれば、新事実が浮かんでくるかもしれないけど、今の時点では難しいわね。時間が経てば経つほど、証拠の確保が難しくなるもんな。ええ、事件を知る人も置いていなくなっていくから、やっぱり初動が大事なのよ。となると、本当に村人たちの対応が惜しまれるぜ。一つでも多くの事件が解決するように。いや、そもそも凶悪な未解決事件が起こらないように祈るしかないな。
というわけで今回は黒山事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。